あなたとやりとりドミンゴドミンゴ。午後3時になりました。爆笑問題の日曜さんで、この時間はあなたとやりとりドミンゴドミンゴ、リスナーの皆さんによるネタ投稿コーナーです。担当はエリカのどどくんです。こんにちは、エリカです。何言ってんの。もう途中もう誰が喋ってたの今。どどくんですよね、もう全然どどくんの声じゃなくなったからね。原型をとどめてなかったですよ、うんうん、あの磯山さんいらっしゃいましたけど、うん、はい、あの愛の小村会です、うん、あれ本当にあのまあもうずいぶん前になりますけれども、うん、実はあの愛の小村会の前に僕らが似たようなその、うん、映画を作ってるんですよ。そうなの、うん、なんという映画ですか。鹿の鹿帰りです。鹿の鹿帰り、鹿の鹿帰り、鹿帰りっていうのは何ですか。鹿が帰ってくる話ですね。だから、はい、その旅立っていった鹿が、うん、帰ってきたぞ、帰ってきたぞ。どこに旅立ったの。アメリカです。アメリカ、アメリカに、アメリカに行って帰ってきた鹿の鹿帰り。別にあの里帰り、里帰り、鹿の里帰り。違うじゃないか。鹿帰り、鹿の鹿帰りって言ったのが下の里帰り、下になっちゃったね。ええ、里帰り、では今週のヒッツワード半分でございます。お前なんだよ。6月も下旬ですね、あとわずか、うん、今年も半分が過ぎていきますね。そうだね、もう下旬も過ぎちゃったね、はい、そうです、うん、今年じゃない、や紹介は太田さんからお願いします。はい、じゃあ今年は私から太田さん、今年はお願いします。わかりました。今年だったの。ラジオネーム赤い疾風背番号2、うん、財布触って半分出すふり、デートの会計気は心。うん、一応こうね、あ、出すよっていう感じでね、こうね、うん、財布をこう触るぐらいのね。なるほど、うん、これどっち、今ね男性が払うべき、なんかそうでもないんじゃないかみたいなことになってるよね。そうね、だからそのいわゆるこう、うん、男女平等的な、俺ら学生の頃は絶対おごんなきゃみたいな、もう 100% デートは男が払うものだっていう。でもそれも厳密に言うと、そのほら今のねジェンダー的な考えで言ったら、それもじゃあ今割り勘で、割り勘が当たり前じゃんみたいなのもだいぶ出てきたっていう話もある。確かに、エリカさんもどう思う、どういう。私は割り勘がいいですね。あ、割り勘がいい、怒られる。なんか申し訳なさもあるし、で自分も働いてるし、そうだよね、出すよってなりますね。学生時代から、学生の時もそうでした、そうでした。あんまり怒られたことないかな。あ、本当そうですかね。やっぱ全然違うんだね。違うね、時代によって。俺らが無理して怒ってたもん。そうですか。だから学生なんてみんなお金ないじゃないですか。ないけど無理して友達から借りたりして、明日デートだから、そこまでして、うん、ね、そうじゃないか。まあ俺はその学生時代デートでデートしたお前な。本当さ、ほとんどなかったけども。ソープ代出してもらってたもんな。うるせえよ。ラジオネーム、カボス。彼とケーキを半分こして、イチゴがどっちで大喧嘩と。うん、かわいい。これは女の子はね、これもあれどう。え、イチゴ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 は、イチゴは欲しいな。欲しいな、やっぱりイチゴは欲しいわ。イチゴも半分に切ろうとする彼氏は嫌だ。イチゴか、もうイチゴも半分、それ相当の技術だと。もう包丁でね、しっかりそこも切ったり、どっちそこまで細かくいのはな。だから割り勘もいいけど、そのきっちりさ、432円ねって言われたらやっちゃう。そう、あの本当に一桁台まで言われると、それはもう曖昧でいいじゃんとはちょっと思っちゃいますよ ね。心の広さみたいなところになっちゃいますね、その辺。ラジオネーム高幸。シーズン半分過ぎるとファンは来季の構想を話し出す。これ野球かな。あ、ね、あ、ジャイアンツどうですか。ジャイアンツはまだ諦めてないです、ま、今もう3位でね、うん、はい、まだ優勝狙っていきますから。まだ来季の構想は、うん、まだ、まだまだ早い、まだ早い。ラジオネームありて、読まずに食べたわけじゃないです、半分以上は読みました。
なヤギね。黒柳さんが半分以上読んで、でも我慢できない。我慢しろよ、読む読む知恵があるなら、ね、うん、我慢できない、桃一郎、うん、ギャルの会話は半分くらい何言ってるかわからないと。あ、どうだろうね。どうだろうな、うん、言葉がね、わかんないですもんね。まあ、でもエリカ様、我々のもう娘でもいいぐらいの年齢だからね。そうですけど、私たちもう私今年30になりますけど、それでも今の20代前半とか10代の子たちの言葉ってわからないですもん、ね。なんか例が出ないもんね。そうそう、言いたくて例えが出ない、例えが出ない、例えが出ない。ラジオネーム男1、うん、ジャンプしながらコーヒー飲めば半分以上こぼれます。そりゃそうだ。当たり前だろ。なんでジャンプしながら。なんでジャンプしながら。コーヒーじゃなくてってこぼれる。至極当たり前のことを歌ってるわ。うんうん、ラジオネームチャボ。裁判官は判決出すとき半分ケツを出している。いや、出してねえよ。その判決じゃない。まさかの重複がいっぱいあります。こんなの重複すんじゃねえよ。早いもん勝ちになっております。勝ったのか、それ。ラジオネーム、イトピョン。半分笑って、半分泣いて、人生楽ありゃ苦もあるさと。まあ、どこを問題。そうですね。まさにね。茨城にも。通じるというね。通じておりますね。以上ということでおさらいしていきましょう。財布触って半分出すふり、デートの会計気は心。彼とケーキを半分こしていちごがどっちで大喧嘩。シーズン半分過ぎるとファンは来季の構想を話し出す。読まずに食べたわけじゃないです、半分以上は読みました。ギャルの会話は半分くらい何言ってるかわからない、うん、ジャンプしながらコーヒー運べば半分以上こぼれます。裁判官は判決出すとき半分ケツを出している。かぶるな。なんでこれかかぶるんですかね。本当ね、同じ思考回路なんですかね。リスナーさん、半分笑って半分泣いて、人生楽ありゃ苦もあるさ。さあ田中さん、読まずに食べたわけじゃないだ。あ、いいですね、面白かったですね。私はそうだな、ギャル。半分くらい何言ってるかわからない。わかんない。わからない。太田さん。俺はコーヒーかな。当たり前のやつね。すごく当たり前な。割れちゃいましたね。3つから、ドド君。ドド君どれでもいいで。どれでもいいくてもいい。選んでくださいっつってんの、毎週毎週。ドド君に選ぶ権利はないんで。同じこれ。なんでこれ。ねえ。これはもう毎週絶対だね、絶対ですね、うん、でもそれでも選んでください。この中でもいいし、この中にないものでもいいですよ。人生、あ、楽は楽もある、人生楽は楽もあるさ。あ、それね。あら、どうしてドド君、ドド君の人生もやっぱりすごい辛い時、半分笑って半分泣いてって感じ。じゃあ、イトピョンさん、泣き笑いの作品に決定です。クオカード1000円分差し上げます。なんだお前その顔。ではドド君がドドイツを歌います。はい、お願いします。読めばいいんですね。そうです。半分笑って何言ってんの、半分泣いて、半分何回言ってんの、何回言ってんの、半分って言う、人生は水戸子も歌っちゃってんじゃん。歌ってんじゃねえか。なんなん。ちょ
そう、ドド君の歌声を聞くことができました ね、そうですね、釣られちゃいました、釣られちゃったんねあなたとやりとりドミンゴドミンゴ、次回の必須ワード七夕です。そっか、もう七夕のシーズン。そうなんですよ、次の放送7月2日になりますかね、はい、七夕前ということで、あちらこちらで七夕の飾りを目にする機会も増えていくと思います、うん、七夕という言葉必ず使って七七七五のドドイツ考えてください。回答例です。七夕短冊願いを書くよ、あたしゃもう少し背が欲しいカルテットね、はい宛先です。メールの場合は日曜アットマーク tbs.co.jp、 おはがきは郵便番号 107-8066、 TBS ラジオ爆笑問題の日曜サンデー、ドミンゴドミンゴドドイツの係。最優秀作品に選ばれた方にはクオカード1000円分差し上げます。たくさんの参加お待ちしています。以上、あなたとやりとりドミンゴドミンゴでした。明治長く愛されている美味しさの秘密、明治クオリティのアーモンドとアーモンドチョコレート専用に配合されたミルクチョコレート、特にこの直火ローストでカリッと香ばしいアーモンドが最高。あー、もう食べたい。ラジオとチョコレートは明治。爆笑問題の日曜サンデー、無視すんなよお前なんだよ、はい、テーマのタイトルコール、ごめんなさい、はい、さて急にランキング、はい、ずっと無視してるさ、大谷の話しかけてるさ、いつもそれでこう、ね、目合わせないようにしてさ、はい、何にも答えないんだよ、もう分かってるんですよ、もう3回目なんですよ、3回目だから、また忘れちゃいけないと思ってるんですよ、ね、今までこれでこう言えなくて早く言えよって言われるのはね、分かってますから、言いたかったんで、どうしても、はい、ダブルパッチ、ダブルパッチ、はい、TBS ラジオポイTBS ラジオ爆笑問題の日曜サンデー、はい、ここからサンデー芸人ランキング、今週のランキングナビゲーターはピン芸人のイエス・アキト君です。よろしくお願いします。イエース、あとになんかあんのかと思って、ね、イエス・アキト君すごい勢いだ今な、いやもうね、イエス玉川以来だな、イエスで出てきたな、イエス玉川がそんな出てないから、本当お二方もよくダブルパチンコを僕に、大好きだもん、ダブルパチン、ダブルパチン、すいません本当シングルボールの人に言ってもらえ、シングルボール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 、いいんだよ、手は何だよ手はシングルボールの言ってもらえて嬉しい、ね、本当にあれ流行るよね、ね、きっとね、最近できたなんか一押しのギャグとかそういうのあるんですか、あ、最近できたやつありますよ、セブンイレブンの廃棄弁当処分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 、ちょっとね、ちょっと長いかな、ちょっと長いかな、そうか、ダブルパチンコぐらい、すいませんすいません、ちょっとしっかり振っちゃいました、ごめんなさい、いくつあんだっけ、いくつ、もういやもう1万はあります、1万やるし、1万ってなんだよ、すごい数ですね、どうやって作るんですか、あ、でも逆になんかあれですよ、シャワーとか浴びてたら出てきません、逆出てこねえ、何の逆なんだ、逆にどうですか、逆に出てこないです、出てこないですか、この人そういう人じゃないか、あ、そうだなんですね、ギャグ作る人じゃないから、あ、でもギャグの簡単な作り方は本当にこう動きをして、例えばバッターの動きならバッターの動きするじゃないですか、そっからでなんかこの動きでバッターしてますじゃなくて違うことに例える、ペッパーミル、あー、そうそう、あー、そういう感じ、あ、でヌートバーもそれだったのかな、違うよ、いや、そうなんですよ、ギャグなのか、アキトのギャグで、でもあるんですよ、デゲ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 カルボナーラ胡椒かけてますますますおーあってあった元にあったのあったんですよ、ペッパーミルが、ペッパーミルだ、だから本当試合見てて、パクってるじゃん、パクってんじゃん、ヌートバーより早かった、パクってんじゃんと思って、そのうちダブルパチンコやりだすんじゃん、やらねえヌートバーヌートバーパチンコはやんねえまあでも日本好きだからね、ヌートバーね、あ、そうなんらしいですね、日本だよな、わかんない、そうだよね、好きどころじゃないよ、
ね、結構そういうのも日本のギャグってやるかも分からない、うんうん、そうですね、ね、うん、でも確かに野球選手例えばあのラミレスとかさ、うんうん、ああいうのがやったらもうそうなんすよ、ね、ラミレスもだってあのゲッツとかやってたもんね。いやそうなんです、そうです、だから僕、うん、だから野球選手にこれぜひ真似してほしいなっていうのは一個あって、ああ、まあ、ちょっと動きありきになっちゃうんですけど、いいですか、すいません、ビッグ官能小説。なんでだよ。なんでそれを野球選手にやったの。大きい官能小説。今こう本をね開くっていうのを、でかい本を開くみたいな。全然関係ないね野球選手って。嘘つけば。そうなる。野球選手がホームラン打って帰ってきて、誰がやるかよ。最後にカメラに向かってビッグ官能小説。誰がやるんだそれ。やらねえ。笑いどころがわからん。このコーナーではお笑い芸人の方々がナビゲーターとなり、気になる物事のランキング紹介していきます。今日はどんなランキングでしょうか。はい、それでは今日はこちらのランキングです、うん、2019年夏おすすめのプールランキング。プール2019年、はい、なんで IKKO さんの言い方で言ったの。いやいやいや、普通に言いましたよ。プールランキング。いや、そんな言い方、プールランキング、絶対今寄せてったよな。今のは IKKO さんで、ね、今の寄せましたけども、2019年、はい、うん、そうなんです。これ今年の夏からね、はい、みんなやっぱりいろいろ活動的になってきますよね、はい、あ、コロナが少し落ち着いてってことですね、うん、そうなんです、レジャーとか、だからコロナ前に、そうなんですよ、なるほど、だからランキング自体がもう多分これ2019が、まあ、まあ言ったら最新的な感じというかね、まあ、コロナ前ね、はいはい、だから年前もまだあったって、まだあったね、年前も、あ、そうだ、あ、そうだ、ちょっとランキングね、ちょっと響いちゃうかもしれないから喋る、太田さん、ランキング崩し、ちょっと流れるブール流れるいい、メモってきますよ、いいよ、メモなくていいですよ、ということでこちら2019年に、遊びプラン投稿メディアプレイライフが紹介してた関東のプールランキングと、うん、いやー、絶対入ってくるよ、まあね、どうなんですかプールお二方とか、その子供の頃ね、だからそれこそ豊島園をね、7つのプールつって、はいはい、流れるプールとか波プールとかね、そうそうそう、だそういうのでバーって有名になって行きましたよ、うん、熊本プールはあり、私熊本出身なんですけど、はいはいはい、熊本はあのエースっていうプールがあります。エースって言ってる、エース行こう。エースはどんなプールだ、面白すぎる。てかあの流れるプール、うん、流れるプールとか理解してるんですよ、はあ、はい、エースっていいな、言いやすい、カモンっぽいな、なんでそんな笑うの。まあ、定番なんですよね熊本では、ね、そうです、そうです、あ、だからサマーランド、ね、サマーランド、水上公園、はい、水上公園、埼玉、あ、それ埼玉ね、あ、それはあれだけどね、と、はい、田中さんとか足とか届くんですかプールは。足は届かないね。いやだからさ、深さによるだろ。あ、だ、そっか、だいたいその大人用のプールってビニールプールだろお前。え、ビニールプールはあれは浅すぎる。ビニールプールで潜水してるらしい。そんなわけねえだろ、膨らましてね。 1.5 メートルぐらいって結構多いじゃない。あれはちょっとギリギリ、あれはギリギリやばいとこだ、やばいとこ、はい、あれは水飲んじゃう、おでこぐらいになっちゃうんだ。あ、そうか、うん、1.5 メートルは嫌です。あ、嫌です、ね、うん、そこに足がつくプールは出てくるんでしょうか、でしょうか、ということでいきたいと思います。はい、2019年夏おすすめのプール第5位、大磯ロングビーチ。大磯ね、神奈川県だ。大磯ロングビーチ、そりゃそうだね、いますね、いいとこだ、スライダーは全長140メートル。あ、そんな長いなんだ、ね、見たことないな、うん、これビールやカクテルのアルコールも販売されている、プールで。どうなんですか、プールだと珍しい、珍しいよね、珍しいと思います、ね、どうなんだろう。そうね、これあの大磯プリンスホテル、プリンスホテルのやつか、今もそうなんかな、ね、併設ですね、うん、そう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 、プール以外にもボーリング、ゴルフ、フットサル、テニスと楽しめ、ね、の方行ったでしょ、大磯。これだから子供の頃ね、流れるプールも行きましたし、うんうん、あと秀樹のコンサート、西城秀樹さんのコンサート、必ずやってたんですよ、大磯で。よくだからこう歌手がこうコンサートとかよくやってたんですよ、はいはいはい、あとあの水泳大会、水泳大会、芸能人水泳大会、こんなところでやってたんですか。ここでそうそうそう、よくやってたんですよいやでも意外な感じしますよね、はい、それね、で秀樹さんは毎年夏に大磯ロングビーチでコンサートってやってて、それにそこでギャランドゥがね、ギャランドゥじゃないんですけども、うん、その時はあの炎っていう歌を歌ってた、炎頃で、今度新曲ですって言ったあの名曲ブルースカイブルー、
うん、これを歌ってくれました。プールの話だな、はい、その時はあの、ね、ギャランドが見えたらねっていうことで言いたかった、ねまあね、まあギャランドも見えたら厳密になるからさ、いいじゃないか、ブルースカイブルーとか関係ない、思い出ありますね、はい、いいですね、どういうもうね、いいとこですよ、ロングビーチ、すごい広いですね、広いよ、本当にロングなのよ、多いな、本当にロング、うん、本当にロング、本当にロング、本当にロング、ロング魚焼きグリル。今もね、すっげえね、あの椅子でね、後ろの方に下がっていったんだけど、ね、それであのイヤホンがね、取れちゃった、タックがね、すいません、第4位、レインボープール。レインボープール、はい、どこ、ちょっと僕存じ上げないんですけども、立川駅から徒歩20分、立川国営昭和記念公園の、あ、昭和記念公園の中ね、中にある、あ、行ったことないな、公園の中にプールあるんですか、これね、立川の昭和記念公園めちゃめちゃ広い、広いですよね、うん、なんか取材で何度か行ったことあるんですけど、うん、公園の中にプールがあるの知らなかったです、なんか写真パッと今手元にありますけど、なんか本当家族で行きやすそうな、そうですね、感じの流れる、ね、流れるプールだね、これね、多分流れるプールだね、写真はね、ガンジス川みたいな感じだろうね、ガンジス川ほど広くないだろ、服洗ってる人もいますね、いないよね、これ今営業してるんですか、あ、今はしてない、してない、こちらですね、営業中止中ですね、今エリアの再整備と、ああ、なるほど、なるほど、老朽化のため今中止中、そうなんだ、じゃあ新しくリニューアルするのかな、確かにね、楽しみです、2019年のおすすめだからね、はい、今ね、ということでどんどん参りましょう、第3位、はい、西武園遊園地、あー、西武園ね、西武園はそうだね、うわすごいな、これ遊園地、西武園遊園地駅から徒歩5分、今年のプールは7月14日からオープンするということですね、じゃあもう7月14日 ね、 ね、はい、来月、西武園はな、俺らはもう大学の頃に、うん、ここであの夏休みにバイトしたんですよ、あ、そうなんだ、団子屋で、うん、屋台の団子屋でね、めちゃくちゃ混むんじゃないですか、めちゃめちゃ混む、めちゃくちゃ混む、そうで団子焼いてね、すごい混む、プールの方まで団子を売りに行って怒られてな、そう胸ぐらつかまれて、そんなに怒られる、すげえ迫力あるお兄ちゃん、あ、いたんすね、お兄ちゃんだ、俺ら調子乗ってわーってやってたら、てめえら何やってんだーっつって、はいはいはい、だから勝手にやったから、客に絡んだりしてた、あー、なるほどなるほど、売りに行っちゃったりして、そう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 、すごいですね、でももう70周年記念行事としてリニューアルと、そうか、もう西武園って何、いやもうだから西武園、我々が行ってた頃と全く違いますよ、もうな、この昭和の街並み、ね、昭和レトロになったんだよね、街並みがあった、あのゴジラのなんかアトラクションとか、ああ、あ、そうですか、ね、CM やってるけどね、ゴジラとかやっぱ実際出るんですか、ゴジラ出るでしょ、実際出るんですか、実際出るんですか、実際本当本物のゴジラ、あ、出るんですか、出るから大変だ、これはいかん、本物ゴジラ、本物ゴジラ、ビッグカンの小説、ごめんなさい、ごめんなさい、急がなきゃいけない、急がなきゃいけない、すいません、はい、ということでそれでは参りましょう、あと2位と1位だよ、そうですね、さて何が出てくるんでしょうかね、それでは、第2位、としまえん、やっぱり2位か、でもとしまえん、あ、じゃあ1位サマーランドだな、こちら2020年8月31日に営業終了、94年ほど続いたという、100年近く、ちょっとこの写真見て、ね、エリカさんの人の数の写真、いや、ちょっとあのこれって何ですか、ちょっとこれ人、これね、写真見ると本当にあの夏にアイスを道端に落っことして、アリがもう無数に群がってみたいな、本当にアリの群がりみたいに、人の群がりが、そういう風に見えるぐらいの、本当にものすごい人の数ですね、大人気で、今年の6月16日からはハリーポッターハリーポッターですね、ワーナーブラザーズスタジオツアー東京、メイキングオブハリーポッターとして営業している、そうですよ、すごいですよ、ね、ハリーポッターのこれはもう、うん、僕も行ったことありますね、ある、そうです、もっと閉園する4日前ぐらい、あ、4日前ぐらいに来た、そんな時に、いやーでもなんかすごい、なんかめちゃくちゃ歴史があるんだなっていうのがもう一目でわかるような、うん、そんな、いやーでも本当、いやもっと面白い感想も言えるんですけど、あえてね、あえて親しみの親しみのある感想、しどろもどろになってるじゃないですか、なんかちゃんと言わなきゃ、なんか今せめぎ合ってた、なんかボケなきゃちゃんと言わなきゃどうしようみたいな、すいませんすいません、時間がないっていう、そうなんです、すいません、じゃあ1位サマーランド行ってください、お待たせしました、それでは1位のサマーランドの発表いきましょう、第1位は
東京サマーランド。はい、ここも結構古いもんな。いや、サマーランドはですね1970年。はい、あります。1970年。サマーランドも行ったな。八王子駅からバスで30分ということですね。はい、屋内プール、屋外プール、遊園地と一日でも楽しみきれない広さということです。広いよね、サマーランド、ね、広いね。僕行ったことないんですよ。あ、うん、俺もでも昔1回ぐらい行ったかなぐらいだな。俺も1、2回だね。あ、うん、でも広そうな感じ。広い広い、うん、あの流れるプールが空いてる感じがした。ああ、広いからね。広いから、うん、夏だけじゃなく春と秋も営業してるんですか。そうなんだね、屋内があるってことだね。屋内がね、今ほらナイトプールとかまた違うからね、うん、昔とね、プール事情がね、うんうん、しかもね、夏だけじゃなく春と秋も。だからそれはミリカ様が今人の話全然聞いてないよね。そう言ってた、言ってたよ、言ってくれる。今言った。はい、今どこですかこれ。はい、以上かなりパニックだけど大丈夫。すいません、すいません。2019年夏オリジナルのアップ、おすすめのアップでした。はい、あ、続いてはこちらのオリジナルランキングです。お、2023最新版イエス・アキトの体の痛いパーツランキング。なんだそれ、痛いパーツ、体の痛いパーツランキングですね。毎年発表しておりますイエス・アキトの体の痛いパーツランキング、毎年発表してるんですけども、そんな痛いの、どうしても最新版が出てる。最新版、はい、何ですか。痛いパーツってどういう、例えば肩が痛いとか。そう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 。ああ、やっぱラジオだとちょっと伝わりづらいと思うんですけど、僕めちゃくちゃ体を使う芸風でしょ。いろいろやってますよね、動くもんね。そうなんですよ、やっぱ皆さん気になってるのはやっぱどこが痛いかですよね。気にならない、気にならない、何にも気にならない、気になってると思います。早速発表の方いきたいと思います。それではまず第3位、腰全然意外でも何でもないし、普通です、ね、なんで腰が痛くない、これ、まあ、ちょっとまず説明しますね、はい、脊柱の下部から骨盤までを指しますね。そんな説明が、腰の説明、腰で分かるか、分かる、解剖学的には、腰椎周囲の背部を指す。どうでもいいわ、みんな分かる、ね、腰だろ、腰使うんですよ、はい、よく確かに腰を落としていろいろやってるもん。やってますね、まあ、ちょっと腰使うギャグ、ちょっとまあお二人の前でもやったことはあるやつなんですけど、ちょっと一応じゃあいいですか。はい、どうぞ。見たことないと思います、はいはい、腰回してる、腰回してます。嘘みたいだろ、うん、ヘルニアなんだぜこれが1位、これが3位か、2位と1位は何なんだろう、ね、ワクワクしますね。千代田セレモニーは東京、神奈川、埼玉、山梨の家族葬を真心込めてお手伝い。厚生労働省認定の自社専門スタッフが分かりやすいご予算でサポートします。信頼と実績の家族葬は千代田セレモニーです。田中さん、宅配便です。あ、ちょっと卵焼き焦げる。クリーニングをお届けに参りました。頼んでたんだった、今お風呂入ってるのに。あ、もう全然受け取れない。そんなあなたにフルタイムロッカー、24時間いつでも荷物の受け渡しができるだけでなく、クリーニングや宅配物の集荷、発送など様々なサービスが利用いただけます。マンション、賃貸アパートはもちろん、オフィスや学校、お店にも設置可能。早くうちのマンションにもフルタイムロッカー入れて。フルタイムロッカーで検索。関東電気環境会、24時間365日、人と電気の間に安全のプロがいます。私たち関東電気保安協会はあなたの電気を守ります。関東電気保安協会。ここで TBS ラジオ交通情報です。警視庁の飯島純さん、お願いします。ダブルジュンはい、お伝えしますどうぞ、はい、東名上りは御殿場の先の足柄バス停付近で車4台の事故です。5キロを20分、その先は大和トンネルで13キロの渋滞、厚木バス停から40分、中央道の上りは韮崎で工事のため3キロを25分、小仏トンネルでは15キロの渋滞、談合坂サービスエリアから通過に50分、府中バス停では4キロを10分、そして関越道の上りは花園で事故の一報です。5キロ半を30分、
坂戸西スマートインターでは4キロの渋滞、新座料金所では事故のため7キロを40分、千葉の京葉道路上りは穴川で7キロを35分、アクアラインの上りはアクアトンネルで10キロ、通過に1時間です。首都高速道路は3号上りの池尻付近では事故のため2キロ渋滞が出始めています。警視庁から以上です。警視庁の飯島淳さんでした。お見事。次の交通情報はこの後3時54分頃お伝えします。ハロー地域猫。キティちゃんが出会ったのは一匹の地域猫。飼い主がいない猫を増やさないため、繁殖制限や餌やりなど管理と見守りを行う活動を地域猫活動と呼んでいます。日本動物愛護協会 AC ジャパンはこの活動を支援しています。ここで TBS ラジオから宣伝担当の皆様にお知らせです。ウェブ広告で結果が出なかったら、今お聞きの TBS ラジオ活用してみませんか？ TBS ラジオならインターネットとの連動企画実績も多数、媒体資料、価格表もご用意しています。 TBS ラジオか、営業サイトと。どれどれ、おお、見やすいね。番組の企画書か。こっちは事例紹介と。おお、いいね。おお、料金もわかりやすい。よし、問い合わせてみるか。 TBS ラジオ営業サイト。ですけど、あ、それでも最近なんですか。そうなんですよ。僕なんかダブルパチンコきっかけでパチンコ仕事めっちゃ来るようになっちゃってそんなイメージですもん。パチンコ声なきゃっていう、うん、あ、後からパチンコが好きだからダブルパチンコのギャグ思いついたわけじゃないんだね。どっちかというとダブルの方が好きですね。ダブルどういう意味なんだよ。ダブルが好き、ね、ダブルベッド。はい、ではエリカさんもお願いします、はい、サンデー競馬こそはリスナーが電話で参加する企画です。スタジオにいるメンバーのレース予想から一つ選んで、その予想が当たれば賞金プレゼントします。うん、指名できるのはごく稀にすごい金額が当たる田中の予想、うん、確率的にはそこそこ当たる太田の予想、はい、賞金は安い彼に結構当たる山本の予想、ゲストの芸人が自由に選ぶイエス・アキトさんの芸人予想です。うん、選んだ予想が当たれば賞金ゲット、外れた場合は馬券に全員のサインを入れてプレゼントします。賞金はキャリーオーバー制です。現在田中さんに9700円、はい、太田さんに3200円、うん、私に12,400円。いや、もうでかいよ、得よ、これはあるんですよ、うん、ちょっと選んでいただきたいわ、はい、本当に、うん、今週中継するレースは阪神競馬場で行われる G1 宝塚記念です。田中さん、これはどんなレースでしょうか。はい、宝塚記念は3歳以上の馬たちによる芝の 2200m のレースで、中央競馬の上半期を締めくくる G1 でございます。はい、あの野球のオールスター戦のようにね、有馬記念もそうですけども、あのファン投票っていうので、選ばれた一流の馬たちがいっぱい出てくるということでございます。はい、今回の宝塚記念はイクイノックスというね、圧倒的な、はい、人気の馬がいまして、もう今世界ランキング1位なんです。イクイノックス、はい、もうあの競馬界の今大谷です。うわ、無双状態。そうなんですか。はい、もう去年の秋の天皇賞、有馬記念、そしてドバイ新馬クラシックって G1 3連勝中で、いや、なんかチャンスですね。はい、ということでございます。今日の出場者、年に60回ぐらいライブを見に行っているので、賞金が当たったらチケット代に使いたいという神奈川県の吉村直人さんです。もしもし。もしもし。あ、こんにちは。こんにちは。え、60回も年に行ってんの。そうですね、多い年はそんな感じですね。そう、月に何回ぐらいなの。月に5回ぐらいのペースですよね。え、じゃあもう毎週末、毎週って行ってんの。もう多い時はなんか4日連続とか。それ何、バンド。バンドですね。え、好きなバンド。じゃあそんないっぱいあんだ。全部違うバンド行くの。まあいろいろ。そうですね。マジ？マジ？特に好きなバンド誰なの？一番好きなバンドはゴメス・ザ・ヒットマンって言うんですけど。ゴメス・ザ・ヒットマン。田中さんご存知ないですか？ごめんなさい、ゴメス・ザ・ヒットマン僕存じ上げないですけど。お二人と、はい、あとアッコさんが昔やっていた、うん、うん、我々地球人だ。そうです、うん、それのエンディング曲歌ってたんです。もうずいぶん前よ、あれ。わかんねえな。あ、じゃあ結構ベテランなんだ。もう今年結成30。そうだよな。そうだね、あれずいぶん前、20年ぐらい前の番組だもんね。じゃあそ、かなり金かかるね、それ言ってたら ね。ロキオンとかフェスとかも行くわけ。フェスは若い時は行ってましたね。
あ、そうか。ではじゃあね、ちょっとね、今日は我々とイエス・アキトも予想しますので、ハイムズ・ザ・ヒットマンにいてほしいね、今年もね、ね、はい、予想聞いててください。はいはい、まずは田中の予想からですけど、僕はですね、12番のアスク・ビクター・モアという馬からいきます。まあ、イクイノックスがね、もう本当に強いの、楽勝すると僕は思ってるんですけども、はい、一流の望みがあるとすれば、同世代のアスク・ビクター・モア。これはですね、まあ、サツキ賞ダービーで、イクイノックスに先着はされていますけれども、めちゃめちゃ離されてるわけではない。で、菊花賞、これはイクイノックス出てないんですけども、なんとレコード勝ちするんですね。阪神競馬場で行われた菊花賞でね。なので今回も阪神の宝塚記念で、先行していい、競馬ができれば前残りがあるかなということで、この馬からいきます。相手は7番人気、17番のドゥラ・エレーデ。これはですね、ホープフルステークスというね、2歳の G1 を暮れに勝って、UAE ダービーというね、海外のレースで、2着に負けるんですけども、ダービーはなんとスタートして1秒で落馬で、競争中止になりました。4番人気と7番人気、12番、17番、201.3 倍。もしこれが当たるとキャリーオーバーと合わせて、21万1000円。プレゼントでございます。これでかいね。はい、では太田さん。僕は9番、ジャスティン・パレスですね。これはもう、はい、昔解散しちゃったんですけど、好きなバンドがジャスティン・パレス。いやいやいや、聞いたことないですよね。よく言ってました。言ってないだろ、お前。これは春の天皇賞勝った馬でございますね。うん、ジャスティン・パレス。これもイクイノックスと同じ、4歳の馬でございます。現在2番人気。この単勝、8.6 倍。おいしい。車両馬と合わせて11,800円です。いいですね。では、エリカ様。はい。私は副賞、固く行かせてください。5番、イクイノックスです。いや、これはもう絶対行きます。はい、まあ、競馬に絶対はないけども、絶対です、これ。1.1 倍。キャリーオーバーと合わせて13,500円。はい。めちゃめちゃいいよ、このキャリー。13,500円。いい感じ。ただもらいみたいなもんです。そうですね。では、イエス・アキト君。はい、僕は3番、ダノン・ザ・キッドですね。はい。これジョッキーの着てる服が、ほぼ僕の色と一緒だったんで選びました。あ、なるほど。赤白で。赤白でね。ぜひ買ってほしい。はい。これも G1 馬ですからね、うん、ダノン・ザ・キッド。3番の、ダノン・ザ・キッド。8番人気。これの単勝ですね。1着になったら 34.4 倍。34,400円でございます。はい。ナオトさん。はい。誰に乗ります？田中さんが絶対って言ったので、はい、エリカ様に。いや、でも、これがいい。ありがとうございます。いや、ほんと、こんな、何の元でもなく 13,500円もらえるかもわからないです。そうですね。はい。では、5番のイクイノックスが3着までに入れば 13,500円でございます。はい。はい、では、TBS ラジオでアナウンサーの清原さん。ここから言うから。どうも。清原さん、こんにちは。お願いします。いやー、まあ、絶対はないけど、本当に馬体、素晴らしいですね。はい、毛づやもいいですし、うん、クイノックス馬体重も492キロ、うん、これ有馬記念の時と同じですね。はい、まあ、前回がね、海外ですので体重測っていませんが、うん、それ以来の馬体重、非常に張りもありますし、うん、文句のつけようはございません。うん、ただまあ何が起こるかわからない。でこの海外競馬の後ということもありますし、うん、はい、初の阪神競馬場、阪神は初ですからね。はい、そうなんですね。うん、このあたりをどう克服してどんな強いレースを見せてくれるのかと、いうふうに期待して見ていきましょう。はい、2番人気はジャスティン・パレス。はい、逆転があるんでしょうか。太田さんのジャスティン・パレスです。さあ、宝塚記念のファンファーレ、2川阪神競馬場に鳴り響いております。さあ、今年上半期の総決算、宝塚記念ふさわしい世界ナンバーワンの馬が出てきてくれました。イクイノックスとクリストフ・ルメールです。まあ、去年のクラシック戦線は惜敗続きだったんですが、まあ、それ以降は秋の天皇賞のあの大逆転劇、そして有馬記念、そしてドバイと非常に強いレースを見せています。ただこの阪神競馬場の舞台は初めてというイクイノックスです。まあ、阪神競馬場やや力がいる馬場とも言われていますが、まあ、例年のような天候状態、まあ、この宝塚記念は梅雨時ですので馬場悪いという状況が多いんですが、今日は完璧です。両馬場です。そして先週も、まあ、それほど荒れていませんので、どちらかというと前に残って、前にいた馬が残るという今日はレース展開になっています。まあ、第7レースでは最低人気の馬が大逃げを打って逃げ切りというふうなケースもありました。さあ、比較的前にいた方が有利という今日の阪神競馬場の馬場ですが、ルメールはどう乗るんでしょうか。そういった意味では田中さんのアスク・ビクター・モアとドゥラ・エレーデ、このコンビというのも非常に期待が持てます。
10番の今ディープポンド G1 12回目の挑戦、悲願の初制覇なるか。そしてアスクビクターモア、田中さんの一押し今入りました。一番外ドゥラエレーデ、枠入りが少し心配ですけれども、そのドゥラエレーデ唯一の3歳馬今収まりました。さあ宝塚記念再生完了、ゲート開いてスタートしました。いいスタートになりました。出遅れありません。イクイノックスはそれほどあまり出は良くなかったんですが、どこへつけるかルメール、さあ行くのはどうか。内からはダノンザキッド、横を見ながら空手もいいスタートですが、外からやはりユニコーンライオンが行きました。ユニコーンライオン、そしてドゥラエレーデ、3歳馬ドゥラエレーデが前に行こうとしています。イクイノックスは後ろです。イクイノックスは後ろです。先頭はやはり予想通りユニコーンライオンです。ドゥラエレーデちょっと折り合いどうか。外からはブレイクアップ、この辺りが前に行こうとしています。ゆっくりとイクイノックスは後方から2頭目のイクイノックスです。 2200m 阪神競馬場、先頭ユニコーンライオン、ドゥラエレーデ、内に空手、外にブレイクアップ、その後ろにいるのがアスクビクターモア、現在5番手です。3番のダノンザキッドがいて、内にライラック、真ん中にはディープボンドがいて、外にはジオグリフです。間にプラザリアがいて、58秒9という 1000m のタイム、やや速い。4番のボッケリーニ、ジャスティンパレスはこの位置にいる後続集団です。そしてその後ろにいるのがジェラルディーナと竹豊、そして赤い帽子はイクイノックス、後方ですがスペースは速い。この位置でいいんでしょうか、この位置でいいか。さあ番組は早くも3、4コーナーの中間点、そして徐々にイクイノックスが上がってきた。そして外からは竹豊のジェラルディーナも上がってきている。アスクビクターも前に来ている。そしてジャスティンパレスはその前にいる。間にはモズベット、3、4コーナーの中間先頭、これイクイノックスは現在まだ 7番手ぐらいですが、外を回っている。ユニコーンライオンはいっぱいになったか。一番外回しました。ルメールはかなり外に回した。イクイノックス、さあ直線に向いてまいりました。先頭はここでアスクビクターモア、外からはジェラルディーナ、一番外からイクイノックス、一番外からイクイノックス、赤い帽子、ここで先頭だ。堂々と一番外を回ってイクイノックス先頭だ。先頭はイクイノックス、そして内からは赤い帽子、スルーセブンシーズ、先頭はイクイノックス、一着でゴールイン。2着はなんとスルーセブンシーズ、勝ったのはイクイノックス、堂々と一番外、かなり外をぶん回しましたが、ルメール勝ち切りました。2分11秒に、そして連れてきたのはスルーセブンシーズです。スタジオさん。はい。やっぱり強かった。やっぱり強かったですね。最初不安になりましたけど。ちょっと後ろから行きましたけどね。いや、かなりもう一番外回って、まあ圧勝ではなかったですけども、いや強かったですね。ねえ、そして間を割ってきたのは赤い帽子、スルーセブンシーズ、キンバー強いですね、いやこの暑い中で、ね、そして3着がジャスティンパレスかジェラルディーナかという争いになっています、うん、ジャスティンパレスが3着っぽい、ジャスティンパレスですね、どうやら、うん、はい、はい、ありがとうございました。さあ直人さん、 おめでとうございます。リカ様ありがとう。いえ、こちらこそ選んでくれてありがとう。本当だよ、おめでとうございます。これでいけるね、いっぱいいけますね、いっぱいいけるね、1万3500円ぐらい、後でまたね入っておりますので、はい、ねえ、たまにはタイタンライブも来てね。タイタンライブ4月行きましたよ。あ、本当ありがとうね、ありがとうございます。本当いろんなライブ行ってんだね、ライブ好きなんですね、お笑いもいっぱい、もう、あ、そうなんですか、はい、イエスアキトのライブは、あ、確かにあんまりギャグに終始する人はあんまり好きじゃない。そんなはっきり言うなよ、お前。ギャグに終始する。なんだ、傷つきやすいんだから、結構。まだ、こっからギャグできなくなっちゃう。まだラジオあるよね。ね。いやいや、もう見てください、ぜひね。ぜひね。また現場で見ると違うからね。はい、ボメス・ザ・ヒットマンもじゃあ聞いてみますね。はい、そうだね。はい、どうもありがとうございました。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 サンデー競馬小僧では競馬にチャレンジしたい電話で参加してくれる出場者募集中です。お盆休みに家族で帰省するので新幹線代が欲しいとか、この夏は全国各地で行われる花火大会をはしごしたいという方、ぜひ参加してください。
出場希望の方は男の名前、年齢と賞金が当たった時の使い道、そして必ず電話番号を添えて送ってください、うん、メールの場合は番組メールアドレス日曜アットマーク tbs.co.jp まで。はがきの場合は郵便番号 107-8066 TBS ラジオ爆笑問題の日曜サンデー、サンデー競馬こそうの係。馬券を使った企画のため20歳未満の方は参加できません。サンデー競馬こそうでした。この後は芸人ランキングの続きです。はい、爆笑問題の日曜サンデー、ティーネスラジオ爆笑問題の日曜サンデー、この時間はサンデー芸人ランキングの続きをお送りいたします。はいはい、イエスアキト君のオリジナルランキングね、うん、2023年最新版イエスアキトの体の痛いパーツランキングです。よくわかんない、はい、腰が3位が腰だった、腰が、ね、痛いんですけども、はい、肩、え、肩じゃん、いや2位ですか、首、あー首、どうでしょうか、うん、ねえどうでもいいけど、ええ、それでは参ります。歯じゃん、歯、あ、歯もありますよね。いやいや、どうでもいい、ありますよね、どうでもいいのよ、ええ、では2位いきましょうか、はい、それでは発表しましょう。家崎の痛い体のパーツランキング第2位は肘肘肘、右左とかあるんですか？いやいや、これはもう本当両肘ですね。両肘が痛い、ダブルパチンコやり、ま、よくお気づけ、そうなんです、ダブルしかないだろう、ひねるんですよ、またなるほど、両手をひねる動作なんで、これ手首だと思うじゃないですか、残念手首は4位なんあれ肘からいってるからね、結構肘からひねってる、肘からひねるから、なかなか使いがち、腕使いがちなんでね、まずね、結構満身創痍だね、じゃあ、ね、いや、そうです、ギリギリでやってますよ、そうなんですよ、ごめんな、俺らもよくダブルパチンコ振っちゃうからいや、そうなんです、これやっぱもう皆さん振っていただけるからこそなんですけども、ね、やっぱ痛めがちということ、中にはギャグに終始する人あんま興味ない、まあまあそれはね、それはね、そういう人もいるから、ね、そういう人もいますけども、はい、直人さんでしたっけ、たまに逆やるとかないの、え、ダブルパチンコ逆やったらパチンコ台壊れちゃうじゃないですかそこはこだわりがあるちゃんとね、玉引っ込んじゃいますから、それはね、本当のね、やつ、本当のやつですから、じゃあダブルがねえんだろ、1位はい、1位いっちゃいます、はい、1位いっちゃってください、1位いっちゃいましょう、それで入る第1位は足裏足裏足裏なんです、足裏そんな痛い、どうでもいいよ、くるぶし以下接地部の体の一部分です、いいよ、説明は簡単な方の足ですね、この足ってですね、はいはい、足裏の足は、はい、うん、なんで、これまあまあ、いや、まあ踏ん張るっていうのもあるんですけども、うん、やっぱよくやってるギャグで、うん、もう足裏がとにかく痛める、どんなギャグやってちょっとやっていいですか、じゃあ、はい、イエース、まあ、このイエスの部分でイエスってあの拳をね、うん、動いてないじゃない、腕しか、腕しか動いてないです、これもすごい踏みにじって踏みにじってる、何を踏みにじってやってるんです、踏みしめてるのね、踏みしめてるの、踏みしめてるんですよ、第1位はね、そうです、そうです、これがもう3年連続1位という知らないよお前、苦労してんだね、やっぱね、じゃあマッサージとか行ってんの、あ、はい、女性体の方には行かせてもらってます、ね、はい、本当に何の職業ですかってよく聞かれますね、これ、あ、こんなとこ、なんかすごい変なところが凝ってるらしくて、あ、そうなんですね、体出んだね、職業用じゃないですけども、じゃああんまり、ね、年取ってで今のうちだね、確かにそうですね、これもう長くはできないね、そうですね、漫談に切り替えてきますからね、漫談にしゃべりの方に逆に終始してるとナオトさんね、ナオトさん切り替えから、そうですね、でイエスアキトさん、はい、お知らせありますか、お知らせですね、一応イエスアキトはですね、新ギャグ50本配信っていうのをやるんだ、毎月やってまして、毎月毎月やってるんですよ、これはですね、6月30日今度19時からございますので、ぜひともね見てほしいなと思います、もうほんとお客さんも入れてないんで、うん、無観客で配信のみ、よくできるな、それで、ね、本当にもうでも結構見てくれる人多くてですね、それこそ R1 グランプリの決勝でやったようなギャグとかもここで生まれてるので、うん、あ、そうか、ぜひぜひ見届けてほしいです、名ギャグがじゃ、ね、先に見れるという、そうなんですよ、もうちょっとそんな、もうラジオの前の直人さん、もしかして見ないって思ってるじゃないでしょうね、もうあっち行け、こっちには大豪邸はい、ということで今週のランキングナビゲーターピン芸人のイエス・アキト君でした、ありがとうございました、爆笑問題の日曜サンデー。
ライムスター歌丸です。26日月曜日のアフターシックスジャンクションはいつもの月曜パートナー熊崎和人さん一休でお休みということで、代打をこの方が担当してくださいます。鍋旬こと TBS アナウンサー渡辺旬です。歌丸さん、2022年7月25日午後9時以来およそ1年ぶりですね。たびたびアトロクで私の名前を出していただきありがとうございます。すべてチェックしております。この1年で私の好きなアイドルイコールラブ、そして私にもたくさん変化がありました。中学生と言われた私も高校生ぐらいに成長しているのではないかと思っております。久しぶりにお話できるのを楽しみにしております。そんな鍋旬を1年ぶりに全身で浴びるのを私も本当に楽しみにしております。渡辺旬アナウンサーとお送りするアフターシックスジャンクションは26日月曜夜6時から。どうも、真空ジェシカのガクです。ラムリンです。なあ、違います。島次郎の羊のキャラクターじゃないか。川北ね。ああ、そうか。僕たちがポッドキャストでやっている番組、真空ジェシカのラジオ父ちゃんは毎週土曜午後7時に更新。どれくらい面白いの？おそば。ここで TBS ラジオ交通情報です。警視庁の飯島純さん、お願いします。ライブの女王純ちゃん。はい、お伝えします。東名上りは御殿場の先の足柄バス停付近で事故の処理が続いています。8キロの渋滞で御殿場ジャンクションから40分、その先は大和トンネルで15キロ、厚木バス停から通過に45分。中央道の上りは韮崎で工事のため5キロを30分、小仏トンネルでは17キロの渋滞、談合坂サービスエリアから1時間、国立府中では9キロを20分、そして関越道の上りは花園で事故の処理続いています。10キロを30分、高坂サービスエリアでは5キロを10分、新座料金所では事故処理中のため9キロを45分、千葉の京葉道路上りは穴川で8キロを40分です。神奈川県内の一般道は海沿いの国道134号、久下沼海岸で事故のため茅ヶ崎に向けて1キロ近い渋滞です。警視庁から以上です。警視庁の飯島純さんでした。お見事。次の交通情報はこの後4時26分頃お伝えします。山里亮太です。私が一人で喋り尽くすトークライブ、山里亮太の140全国公演開催中。7月22日土曜日は地元放送局で4時間生放送の MC を務めたこともあるサガーでお話をさせていただきます。詳しくは TBS ラジオイベント情報をご覧ください。さあ、それでは宝塚記念の結果払い戻し金です。1着5番イクイノックス、2着6番スルーセブンシーズ、3着9番ジャスティンパレス、単勝5番130円、馬連5番6番2340円、馬単5番6番2660円、三連複5番6番9番4030円、三連単5番6番9番1万3630円です。このレースの結果は必ず JRA 発表のものを確認してください。さあ、そして山本アナの予想しました副賞5番イクイノックス、配当110円でございました。ということで、今週の挑戦者直人さんにはキャリーオーバーと合わせて賞金1万3500円プレゼントです。おめでとうございます。おめでとうございます。やっと出た。やっと出ましたね。よかったね。もうよかった、ね、リスナーの皆さんに ね、 ね、うん、こういう時にちゃんと、ね、還元できてよかった。エリカ様の、ね、予想に乗ってよかったです、はい、ありがとうございます、はい、さあ、ちょっと一服いきましょうか。茨城県にまつわる話です。ラジオネームツーリングボーイ、横浜市鶴見区の46歳の男性ですね。ちょうど昨日茨城の土浦までツーリングに行きました、はい、うん、バイクでね、うん、土浦は海から結構離れているのですが、うん、魚市場があり、市場に併設されている食堂では1500円でマグロの食べ放題があります。それが目当てで行ったんですが、最近テレビのロケがあったらしくて、うん、大行列で断念しました。断念した。あら、茨城は他にもツーリングにはちょうどいい場所が多いと思いますと、うん、ツーリングに適してるというね、ですね、うん、そうか、マグロ食べ放題いいね。ね、行列できちゃうな、やっぱな、ね、お得です ね、 得ね、かなり、うん、美味しいだろうけどね、うん、ではもう一つ、ラジオネームポンちゃんさん、
埼玉県川口市38歳女性の方。先日イベントがあり牛久に行きました。埼玉から行くのに旅行気分も味わいたく、常磐線でグリーン車に乗りましたが、普通車両も空いていたし乗車時間も30分程度でもったいなかったです。もったいないね。それは帰りは普通車両に乗りました。時間がなく大仏も見られなかったので、次回訪れる機会があったら観光もしたいです。ね、イベントで行って、イベントで行ったから牛久の大仏は見られなかった。登れるからね、あれね、なんかね、なんかね、そうなんですよね。目とか、ね、行けんでしょ、あれ行ったよね。あ、行った。あ、そっか、行った行った行った。ラジオネーム、大仏の中、目に行った。ラジオネーム、ゴンベ47歳男性。京都市左京区の人ですね、はい、京都人の僕からすると、茨城県といえば納豆ですと、どうも納豆は苦手で人生で3粒しか食べたことありませんが、ね、関西の人結構多いですね。引き割り納豆とか粒がどうとか話には聞きますが、何から調整すればいいのか、こうすれば絶対食べられるという方法はあるのでしょうか。ちなみに僕は大阪府の茨城の市の中学高校に通ってました。大阪にもあるもんね、茨城、これ関西の人は ね結構納豆苦手って多いよね。多いらしいですね、どうすればいいかって言われても ね子供の頃から何のあれも疑いもなく食べてるから、エリカ様も別に納豆は普通に大好きですね、家に置いてありますね。納豆ちょっとずつ慣れてくってことしかないね。いつの間にか癖になってるっていうかさ。そうなんだね。納豆が嫌いな方は何が苦手なんですかね。あのね、一番いいのはアボカド納豆って、はあはあ、アボカドをこうさえの目に切ってそこに納豆をやって、醤油かけて一緒に食べる。めちゃくちゃうまい。うまいよね。スライス玉ねぎを下に引いて、うわ、美味しそう。めちゃくちゃうまい。ちょっとレモン絞って。あ、これは ね、 ですね、アボカドが苦手な人も納豆が苦手な人もこれで食べられる、はい、この後はホカノン登場です。バイク王の愛車循環、お売りいただいたバイクを次のオーナー様へ引き継げるよう愛情込めて整備します。買取申し込みの際ラジオと答えて 126cc 以上のバイクを売ると1万円の商品券をプレゼント。詳しくはウェブで。バイクのことならこうバイクを。私必ず離婚はしますから。妻とは別れる、必ず。離婚は許しませんよ。離婚は困る。浮気されたぐらいで別れるなんて、そんなの自分勝手。どうするどうなるこの離婚。工藤官九郎、大石静香初共同脚本、ネットフリックスシリーズ離婚しようよ。ねえねえ、食べログアプリって知ってる？近くの空いているお店が簡単に探せて、その場で予約もできちゃうの。え？私も食べログアプリダウンロードしよっと。4時です。爆笑問題の日曜サンデー。開催されている下町ハイボールフェスの会場からだそうです。では太田さん、いる場所も分かってますけど、いつもの呼びかけお願いします。どこだ。はいはい、上野恩賜公園の噴水前広場に来てます。こちらでは東京の下町情緒あふれるお店を中心とした絶品グルメやお酒を立ち飲みスタイルで楽しめる下町ハイボールフェスが絶賛開催中というわけで、今日もピカリン、ユータン、エリリン、よろしくね。ポカロン。うん、何？ポカロン。ポカロンだよ。ポカロン。今日もポカポカしてるよ。まずポカロンじゃねえよって言ってよ。今度欲しいポカロンでしょ。ホカノンなのにポカロンっつってんだから。うっかりだよ。ね、うっかり暑さでね、ホカノンの脳みそ今日はね 20% ぐらい溶けてるの。なんかね、今日よく喋れてるね。都心部ね 30.7 度も観測してるしね、湿度 52%、 体感温度かなり高めなの、ね、もう溶け溶けだよ、ホカノン。今日手元に来てるこの黒い、なんつうの、ワンピースみたいなの、
うん、可愛いでしょ。この格好で今いるってこと、うん、違うよ、今日のほかのは白のほかのんだよ。あれじゃあこの写真はいつの写真？これはだから今の写真じゃないってことじゃないのか。だから過去にインスタとかで上げたやつってこと？そうなの。あのね、他の最近ね、うん、もう下町巡り楽しんでて、うん、この前はねホッピー通り行ったから、うん、どこでも東京カレンダーっていう企画を私はやっててね。やってんだ。本当にどこでも東京カレンダーなんだ。まさにやっぱりコンセプトがそうなんですね。そうなの。通りでだからエリリン、そう、エリリン気づいてくれて、他のとっても嬉しい。今日でもさ、この天気良かったらさ、うん、上野だったらすごい人じゃないの、もしかして。そうなの。今回ね、このイベント広場、うん、もうね、人しか見えないかもしれない。そう、他何も見えない、うん、あんま何も見えない。か、ああ、壁とかも人しか見えない。壁とかも見えない。も見えない。木も見えない。木も見えない。パンダも見えない。パンダも、パンダ見えない。嘘だよ。でバカノンはさ、そのバカノンだってば。でも外国人の観光客とか多いんじゃない？うん、そうなんです。これ見てるとね、うん、海外からねいらっしゃった方もね3割ぐらいいるのかなっていう感じです。3割ぐらい。そう、アジア圏から来た人もいっぱいいるし、結構ね欧米の方もねいらっしゃるしね、結構いろんなところから来てるなっていうのがね、印象的。バカノンでもさ、そう、それいっぱいさ、うん、引っ掛けたおじさんとかさ。あれ可愛いからさ、うん、他の綺麗だからさ、声かけられちゃったりしてんじゃないの？うんうん、まだ声かけられてない。おかしいな。おかしい。めんどくせえ展開だな。他のも飲んでんの今。そうなの。他のも実はこのね、うん、下町ハイボールっていうのを飲んでるんだけど、このね下町ハイボールって面白くて、この割り物が焼酎だったり日本酒だったり様々なんだけど、いずれにしろそう、そうなの、いろんなねお酒を炭酸で割っているものがね出てて、結構ね下町のお店でたくさん出されてるものなんだって、で、ね、結構ね飲んでみたんだけど、最初ねレモンサワーみたいな味がするんだけど、後味が日本酒だったり、うっすら焼酎の香りがしたり、すごいね飲みやすくてね、この暑い時にね、とっても合う。他の結構強いな、うん、それじゃあお酒。結構強いかも。ワクワクしながらいっぱい飲んじゃうから、いつもね酔っ払っちゃう。本当どれぐらい、エリカ様がもう行きたくてしょうがないって感じなんだけど。本当私行きたいです。エリリン、エリリン待ってるから来ようよ。飲み比べとかね、ね、ね、飲み比べどうだろうね。どれくらい飲みますか？うん、他のは、うん、ワインだったら一人で2本ぐらいは飲める。これはだいぶだな。相当ね。これはだいぶだな。それでベロンベロンになったりしないの？普通に？ね、最初はね元気なんだけどね、うん、いつからか明るい酔っ払いにプツッと切り替わってて、うんうん、変わんねえじゃん。元気に。いつも暗いことバラすなよ。ああ、うっかりうっかり。やっぱり暑さのせいだね、このうっかりさはね。うん。でも記憶飛ばしたりしないんですか？あ、記憶は。エリリン、実はね、うん、他の1年に2回だけ記憶がなくなって、気づいたらお家に帰って。あれ？うん。びっくりしちゃう。気づいたらお家に帰ってる。あれ？ちょっと、音声が乱れてる。ちょっと電波状況が悪いね。他の今、歩いてる？うん、他のは他のんだよ。他のは他のそれは分かってんだけど、歩いてるかって聞いてる。、うん、たまに電波今ね、とどまってるんだけど、うん、そう、どうやらね、ちょっとね、うん、イベント会場が本当に賑わってるんですよ。そうだね、もうね、人がたくさんいらっしゃるから、うん、ちょっと電波がね、悪くなるかもしれないんだけど、ね、他のの熱い気持ちはいっぱいあるから届けちゃうね。うん、うん、どういうこと？というわけで、はい、今日は、このね、はい、下町ハイボールフェス実行委員長の猪口さんこと猪口ちゃんに来てもらってるよ。猪口ちゃん、よろしくね。はいはい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。お世話になってます。はい、猪口ちゃん、もうイベントもう大にぎわいだけど、今回のイベント初めて開催したんだよね。はい、そうですね、第1回で始めさせていただいたイベントになります。今回は金曜日からイベント開催されてるんだけど、だいたいどれぐらいの人が来てくれてるの？いやー、もう天気も良かったので、おかげさまで今10万人はもう超えてると思います。10万人、はい、3日目、3日間で、3日目で、ああ、すごいね、うん、3日目大成功だね。そうなの、今日本当にね、今日も最終日だけどね、ああ本当にね、たくさんの来てがいらっしゃってて、もうあのね、すごいんだけど、あの
人もすごいんだけど、あのお店もすごいたくさん出店されてるよね。はい。何店舗ぐらい出されてるの？店舗は60店舗出店しております。すごい。ね、あのお酒だけじゃなくていろいろおつまみとか食べ物とかもあるんでしょ？はい、そうです。そう、さっきね、ポカのね、ハイボール買うちょっと前にね、もんじゃコロッケもね、買ったりしたんだけど、もんじゃコロッケ食べたことない。そう、美味しかった。そう、ポカのもね、初めて。実は今から食べます。ほら、食レポしてもいいですか？暑いから気をつけてね、もんじゃとコロッケだったら。え、フーフーして。じゃあ、いいよ、もう時間の無駄だよ。よし、食べるぞ。え、うん、食べた。コロッケの中にもんじゃが入ってる。だからそれがもんじゃコロッケでしょ。もんじゃコロッケでしょ。言って自分で言ったんだよね。びっくりした。嘘かと思ってた。嘘のわけねえだろ。ねえだろお前。お前詐欺じゃねえかよそれ。あのね、うん、このね、あのもんじゃの中に入って紅生姜がいいアクセントになってて、うんうんうん、揚げ物なのになんかさっぱり食べられるのがすっごく美味しい。これソースなくてもね、美味しく食べられるよ。おすすめ。合うのか、もんじゃとコロッケ。いやでもこれハイボール今すぐ飲みたい。つまみにはね、つまみには最高か。うん、そうね、もんじゃも好きだしね。今回井ノ口ちゃんはさ、うん、そう、あのね、井ノ口ちゃんに聞いたらね、うん、今回のお店のコンセプトって、はい、あれなんだよね、お酒に合うお店がたくさん出てるんだよね。そうだな。はい、そうです、うん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 。でね、さらにこのイベント会場ではステージでもあるの。え、ステージ何やってんの？ステージは、そう、ウルトラマンショーとかやってんの？はい、ステージはまあいろんな方に出ていただいてるんですけど、うんうん、まあお酒が進むようによさこいの人たち踊ってもらったり、アーティストの人出てもらったり、DJ の人たちに音流してもらったりで、すごい盛り上がってます。あ、そうなの。ちょっと他のも出してもらえばいいんだよ、飛び入りでさ。他のも、他の何やればいい？イベント会場でなんかやってなかったっけ前、マジックみたいなのやってなかったっけ？マジックやってた。マジックはなんか特技なかったっけ前。他のの特技は天気予報かな。天気予報とかやれじゃん。ステージでいきなり立つ。ステージで本当ステージで天気予報、酒が進むと思うよ。本当に、うん、じゃあまあピカリンが来てくれたら考えようかな。全然乗り気じゃねえ。やりたくなさそうな雰囲気出したし、出しすぎだよ、やりたくないんですよ。そんなことないよ、まあ、他のはねちょっとあの、うん、お酒飲んでご飯食べてる方がね今楽しいから、こういうイベント正直だね。そうなの、ということで、うん、今日ね、このイベントは今日の夜6時まで、ということで、あと2時間ぐらいね。ちょっとだね、そう、うん、はい、来てほしいよね。でもぜひ来ていただきたいですね。本当ですね、うん、で天気もっと良かったね。行列とかもできてる店とかあるんですか？いや、もうほとんど行列ができてます。あ、じゃあ結構、じゃあ並ぶお店さんで、はい、ことを考えるとね、早めに行った方がいいかもね。そうですね。そうだね。え、もんじゃコロッケ以外にも何かあるんですか、はい、おすすめのものとか。はい、うん、牛串が出ているお店さんとか、はい、肉巻きおにぎりを出しているお店さんとか、いろいろ本当に多種多様で出てます。あとね、イカ焼きも美味しそうだったね。なんかね、絶対うまいじゃん。でね、このね、牛肉の串もちょっと普通よりもかなり大きくてボリューミーなの。どれも食べたくなっちゃう、お腹いっぱいになっちゃうんだね、一個食べるとな。どれにしようかね。大変大変だよね。分け分けして食べよう。そうだ、大勢で行って分けて、100人ぐらいで行って100人多すぎんだろ。分けて食べたらいいかもしれないね。うんうん、でもね、聞いて、こんなね、明るく話してる井ノ口ちゃん、悩みがあるんだって。あるの？悩みがあるの？だってこんな大成功しててさ、はい、何が悩みがあるか。いや、もうお酒にまつわることなんですけど、うん、あの二日酔いを毎回ちょっと後悔してまして、うん、あ、飲んじゃうんだ。ですごい後悔するんですけど、また二日酔いになってしまうっていうのが悩みです。うん、うん、それはね、もう分かる分かる、もう無理、それは直すのは。でお前がその経験者みたいな感じになってるけど、二度と飲むまいと思うのよ。いやいや、お前飲まないから、二日酔いの朝は。、ええ、でもね、またちょっとすると忘れて、いや、だから飲まないでしょっつうの、うん、年に1回でしょ、新年会の時にお酒飲むの。あ、そうなの、うん、年に1回しか飲まないの。飲めないからね。
ね、爆笑さんお二人ともそんなにお酒飲まないので、うん、お酒飲む私からすると、うん、それが酒、うん、何かそれが酒、説得力あるね、ね、それが酒というね、二日酔いになって、うん、もう絶対二度と飲まないって思うけど、やっぱりあ飲みたいなって思って、その繰り返し、そうだね、一生続くんですね、一生続いていく、これはもうお酒飲む限り、うんうん、これはもう避けては取れないので、もうそれも含めて酒だと思うんですね、それも含めて酒です、飲んじゃうんだよねっていうのもまた、ね、楽しいのも苦しいのも全部含めて、うん、他のも二日酔いするときあるの、そう、あ他のもね、二、うん、日酔いしちゃうけど、うん、そういうときはね、うん、あねラムネだからね、ブドウ糖を取るといいって聞いて、あー、ね、糖はね、食べるようにしてる、うんうん、そう、あとね、うん、梅干しをね、お湯に溶かして飲むといいよ、うん、味噌汁と、ね、そうなの、うん、そうですか、そうなんですか、あ、うん、いいですね、っていうかね、大津さんはそんなにそのまず二日酔いの経験がほとんどないでしょ、そうですね、はい、ね、はい、だからそう適当なこと言わないでくださいよ、はいね、ちなみに井上ちゃんはどんな対策してるの？いやー、なんかそのお酒飲んだ後にサプリとかでちょっとやが、うんうんうん、和らげられればなみたいなものは試したりはするんですけど、うん、それ以外はやったことないですね、うん、あれ飲む前になんか飲むやつあるじゃないですか、ね、ウコンとかウコンとかあやつね、うん、飲む人いるよね、あ、はい、うん、あいうのは飲んでそうなんですよね、うん、あいうのはどうですか、それ飲んでてもダメなの？あ、飲んでてもダメ、試してみます、試してみてください、ね、そうですね、はい、まずいろいろ試してみて、うん、まあ、でも合う合わないもあるので、そうだね、うん、それは自分の体と相談しながら ね、 うね、うん、もう私は二日酔いの時はとにかくご飯をいっぱい食べる、あ、多少無理しても、あ、そう、食べたくなくても、食べたくなくてもとりあえずその糖を摂取して分解させる、うん、なるほど、っていうことを促すようにしてますね、なるほど、なるほど、脱水症状になっちゃって、そうなんです、水分も取った方がいい、うん、水をたくさん取った方がいいですね、うん、あと梅干しと渋いお茶が、うん、梅干しとか渋いお茶ね、まあ良さそうだけどね、なんとなく確かになんかちょっと良さそうではありますね、うん、そういうのはいいと思う、ね、いろいろ確かめると、ね、井上さんは今実行委員されてますけど、本業何か別にお仕事ってされてるんですか、はい、あ、営業、あの仕事は観光の仕事だったりとか、うん、こういったイベントのことを、まあ、この浅草だったり上野の方でいろいろとやらせていただいてます、ね、そういう付き合いでね、飲んだりっていうのもありますよね、でも今までコロナでね、なかなかそう苦しんだんだろうからね、うん、うん、まあ多少、ね、やっとなんか一気にガッと、はい、うん、来てるので、うん、はい、そうだよね、だからこれは、はい、ちょっとね、うん、まあ、そうそう、二日酔いぐらいはね、うん、ちょっともうしょうがないと思って、しょうがない、はい、働き二日酔いを感じられるのも幸せと思いましょう、うん、そういうことだよね、前向きに、ありがとうございます、いっぱい食べて、ね、大丈夫、じゃコロッケ食べてね、井上さんは絶対大丈夫、井上さんは、ね、知らないでしょ、大丈夫だからね、え、俺は信じてる、井上さんのこと、よく信じるんですよ、本当に、うん、頑張ってください、ね、あと1時間40分余りですけれども、はい、イベント ね、 頑張ってくださいね、頑張ってください、ありがとうございます、はい、すみません、どうも、ありがとうございます、他のはじゃあ、うん、これからお悩みを、他のね、うん、この後はね、うん、お肉食べながら迷う人をね、うん、探してくる、迷う人を探してくる、うん、ちょっとロレツ回ってない、そうですか、ね、酔ってきてるんだよ、ね、今井上ちゃんと話してる間に飲んでたな、うん、バレた、実はね、他の今手元に日本酒ハイボールがあるの、うわ、ちょっと飲んじゃった、うっかりうっかり、いい気分だ、うん、いいやね、それでもいいっすね、いいよ、楽しいよ、うん、楽しいかい、でもちゃんと探してくださいね、悩める方、うん、はい、バッチリ探してきます、はい最後電波が、ね、ちょっと機械を、ね、なかなか持ってますね、他のね、うん、はい、うん、さあそれでは探している間に一曲聴いていただきます。今週は田中さんの選曲ですね、はい、曲の紹介お願いしていいですか、はい、では聴いてください、はい、平成ジャンプで Dear My Lover、 はい、平成ジャンプ Dear My Lover 聴いていただきましたけど、はい、どうしてですか、はい、これはTBS 系ドラマの王様に捧ぐ薬指というの主題歌なんですけども、うんうんうん、はい、先日最終回だったんですが、うちの一番下の6歳の娘がもう、はい、橋本環奈ちゃんが大好きで、あ、でもだからもうずっと人気あるよね、そう、もう橋本さんは見てて、
でこれが主題歌なんて、これをこう歌うんですよ。でお風呂に入ってるとパパも歌えっつって、で一緒に歌ってんの。そうだから、それででもパパはあんまり分かんないから、うん、もう最初の最低な二人でってのところがすごい高いじゃないですか。ここをね、じゃあ私歌うから、うんうん、最低の二人だっただよ、じゃあパパ歌って、最低の二人だったもっと可愛い声で歌って、もうしょうがないよパパの声はこういう声だから。そう、もうだからずっとこれがもう好きでね、子供が聞いている。でも本当顔面偏差値が高すぎるドラマでしたよね。そうですね、本当に。そう、橋本環奈ちゃんも、山田涼介さんも、お二人が主演ですけども。そうなんですよね。え、ちょうどあの2-3の準備の時間帯に放送されてるので、まあ目に入るわけですよ、うん、もうねずっと見てられる。ああ、もう本当に綺麗だなって綺麗、ね、綺麗だね。山田君も綺麗な顔してるからね。そうなんで、美しいね、美しいんですよ、ね、あ本当に。そう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 、準備しろって話なんですね。千年に一人だもんね、千年に千年に一人だからね、橋本環奈。橋本環奈さん奇跡のね、もうすごいですよ、うん、紅白の司会やっちゃうんですか。いや本当紅白もすごかったってほしい。だからまだこっちは最下位で話題になるからいいけど、うん、埼玉県もそれこそ40何位とか毎年見るとあれだから、一番なんか話題にもなるんだけどさ、ね、あれなんだよな。だ結構そのもう40何位だったらもう最下位にしてくれと、その方が逆に盛り上がるっていう か、 東京の隣だったりするからさ、それもなんかちょっとさ、ちょっとなんつうの、なんかど田舎みたいなことも言えずね。そうなんだよね、田舎のイメージはないですもん ね、埼玉はね、いろいろ中途半端な感じになってる。そうそうそう、ダサい、ダサいとか、ダサい、飛んで埼玉とかね、はい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 、面白かったけどね、あれは本当そのキャラクターをうまく活用しましたね、活用したよね、埼玉ね、うんうん、ではもう一つ、ラジオネームチーボーバッチさん、あ、茨城県水戸市の24歳の方です。水戸市ではメロンメロンランというマラソン大会があります、給水所に大量のメロンが置かれ、ランナーは好きなだけメロンを食べることができます、今年ボランティアとして参加したんですが、4200個近くのメロンを切りさばきました。うわすごいね。高級品ですが大量にあるとありがたさがわからなくなり、途中からかぼちゃにしか見えなくなりました。まあまあね、あんまりもうずっともうずっとメロンを ね切り続けてるとね。ただ味は最高に甘かったです、ね、給水所でそれ飲みす食いすぎたらどうだろうね。まあだからあんまりだろう、ね、だって食べんだろうね。だからそう、他のとこやったらそれこそ熊本はスイカとかでやってんじゃないの。あ、そうかもしれない。給水所スイカとか少し前にありましたよね、うん、スイカを給水所に置くっていうね、うんうん、大会がね。ね、種とか大変だよね。大変ですよね、うん、スイカは食べるのちょっと大変そうですよね、うんうん、メロンか、うん、贅沢ですね。メロンメロンラン、はい、さあそれではこの後も下町ハイボールフェスの会場から岡野に中継してもらいます。お楽しみに。日曜サンデー、さまざまなジャンルのゲストを迎え、人と人のつながりや出会いと共感を発見する越野純子まさか。番組では皆様からのおはがきやメールを募集しています。いただいた方の中から毎月抽選でギフトセットをプレゼント。越野純子まさかはこの後5時から、ぜひ聞いてください。まさか。車の乗り降りで膝が痛い、座りっぱなしで腰が痛い、少しの運転で首と肩がいたたたた。あなたもいつか治ると我慢しないで、再春館製薬所の通算湯を始めませんか。通算湯は漢方に学んだ医薬品、5つの生薬が膝、肩、腰の痛みを徐々に和らげます。1960年の発売以来、たくさんのありがとう、嬉しいをいただいています。ぜひ今お聞きのあなたにも。無料の試供薬のお申し込みは 0120-305-305 305-305、 送料無料です。通算湯は
指定第2類薬品です。使用上の注意をよく読んでお使いください。ここでハトバスがお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の飯島純さんお願いします。純メロン娘。はい、お伝えします。東名の上りは御殿場の先の足柄バス停で事故処理中です。8キロ40分。その先は大和トンネルで13キロ40分。中央道の上りは小仏トンネルで19キロ、談合坂サービスエリアから1時間20分。関越道の上りは花園の事故の処理は終わり5キロを10分。高坂サービスエリアでは13キロを25分。新座料金所では事故処理中のため9キロを40分。そして東北道上りは久喜白岡ジャンクションで事故のため6キロを20分。常磐道上りは柏で5キロを20分です。神奈川県内の一般道は海沿いの国道134号が久下沼海岸で事故処理中、規制が2車線に変わったため渋滞は伸びて断続5キロ、鎌倉の坂の下あたりからつながっています。警視庁から以上です。警視庁の飯島純さん。お見事。次の交通情報はこの後4時54分頃お伝えします。俺の宝物、大型二種免許。ハトバスの路線バス運転士募集に応募してみたら。路線バス？ハトバスは都営バスの一部を運営してるの。チャレンジしたい。大型二種免許をお持ちのあなた、ハトバス、路線バスでぜひ検索を。地域に根ざして笑顔を運ぶハトバスです。安全安心、それはみんなの願い。私たち全日経は空港、駅、ホテルやビル、イベントなどの警備からご自宅のホームセキュリティまで、あらゆるシーンで皆様の安全と安心を守り続けます。トータルセキュリティ、全日経。爆笑問題の日曜サンデー。この時間はサンデー中継くんをお送りしています、はい、今週は上野恩賜公園で開催されている下町ハイボールフェスの会場からホカノンがリポートしてくれているんですが、まだ悩める方見つかってないので、ベロンベロンですからね。ほどほどにしていただきたいですけれども、メッセージの紹介いきましょう。茨城県にまつわる話。神奈川県相模原市のラジオネーム、新加日光ゆっちですね、うん、男性。僕はこれまであんこを食べたことがありませんでした、うん、妻に言うと、初めてならせっかくだし茨城の大洗で食べようと盛り上がり、うん、冬に旅行してきました、うん、大洗のホテルでのディナーの、うん、あんこうのフルコースだった。へー。はポン酢のかかったあん肝の前菜から始まり、うんうん、定番のあんこう鍋、うん、唐揚げ、酢の物、常陸牛のあん肝のロッシーニ風などなど、そのすべてにあんこ、あん肝が使われていました、うん、初めはあん肝の濃厚な美味しさに感動しつつも、終盤にはまたあん肝なのと妻と苦笑い、ね、とても美味しかったのですが、ね、もう一生分のあんこを食べ尽くしたかなと。次に茨城に行った時はあんこ以外の美味しいグルメも楽しみたいです、うん、まあまあね、確かにあん肝そんないっぱい食うんじゃないからね。そうだね、そうですね、濃厚ですからね、うん、濃厚ね、美味しいよね。でも確かにね、たくさん食べるとちょっとくどくなっちゃうかもしれないですね、うん、やっぱ俺子供の頃鍋であん肝入ったの超好きだったからね、言ってたね、よくね。ウイスキーがお好きでしょうが流れましたね。あら、ということは、ということはハイボール、下町ハイボール、下町ハイボールフェスからホカノンさんつながったかな。はい、ホカノンだよ。ホカノンが言ってんだっけ今日は。そうだよ、ホカノンがいるんだってば。どこ行ってたの。え、知りたい、うん、今日はね、上野恩賜公園の下町ハイボールフェスに来てるんだよ。さっき話したじゃん。そういうくだりいいんだよ、早くお悩みの人紹介して。はい、というわけで、はい、他のね、見つけてきました。今日はね、元職場のちょっとね、うん、お友達お二人、小入さんと風子さんに来てもらったの、うん、もう一回ごめん、最初誰。元職場のお友達の小入さんと風子さん、女の子2人組、そう、小入さんと風子さん、
そう、お二人とも女性で、お二人でね、なんとね、番組を見て、このイベントに遊びに来てたということで、番組聞いてね。うん、そう、うん、あ、うん、でね、TBS の番組も見てたんだって。あ、テレビを見てるやつね。そうってことか。何見たの？ヒロビじゃねえだろうな。なんでいいでしょ、何見たの。いい加減にしろよ、ヒロビだわ。え？いいじゃん、別に。ちなみに、ね、はい、ね、ブランチを見てたさ。あ、ブランチならいいよ。あら、いい番組だよ。いい番組。その番組一位。渡部の風船は壊れちゃったけどね。そんな話いいんだよ。そんな話いいんだよね。うん、そう、というわけで今日は小入さんと福子さんに来てもらったんだけど、うんうん、イベント楽しんでる？はい、楽しんでます。相当二人、女二人だったら相当飲むんだね。そんな日本酒と、まあ、ビールぐらい。日本酒とビール相当だよね、うん、はい、ですね。そう、でもね、こんなね、お酒飲みながら、うん、実はこの小入さんが、うん、すっすごい悩んでるの。悩んでんの、恋の悩みでしょ、どうせ。あ、わかるよ、おじさんわかるよ、そんなのはもう。漂ってきちゃったから、電波通して。ブランチ見てる子は大抵恋で悩んでる。ブランチ見てる子は大抵恋で悩んでるとは限らないだろう。じゃあ、小入さん、悩み教えて。はい、職場でちょっと気になってる人がいるんですけど、うんうんうん、まあなんか友達みたい、男友達みたいな仲良くなっちゃったんですけど、友達のままいるか、それともちょっと進むべきか、どっちにしたらいいんだろうなっていう。これはもう究極の悩みだね、はい、これはもう常にこれですよ。これ職場だからね。もう男女のね、その恋愛的なって絶対これですよね。これどっち、先輩後輩とかなの？あー、同僚で。同僚か、はい、同期。同期か。同期ですね。ちなみに、うん、小入さんは転職をして今の会社に入っていて、中途で来たんだ。じゃあそう、はい、で、うん、その男性とは知り合って4ヶ月ぐらい。聞いてないの話が。ビズリーチそんなで言いたかった今、ね、他のさん、もう一回説明してもらっていいですか？はい、もちろんです。その、転職先で、同じく男性も転職してきて、知り合って4ヶ月ぐらい。感じだね。そうなので、うん、4ヶ月経って、うん、一緒にね、うん、社食とか食べに行ったりする仲ではあるんだけど、いい、最高だよ、社食がな。そう、うん、だけど、何定食食べるの？社食で何定食食べるのよ。何定食、うん、難しい。何でしょう。 B 定食とか A 定食とか。あ、そうですね、主になんか魚、サバ定食とか。あー、うまいよね。いいんだよ、絶対に。悩み関係ねえだろ、サバ定食は。最高だよ。うん、おいで。そうだけど、まだね、うんうん、お二人で出かけたりとかしてなくて、ないね、うん、悩んでるんだよね。悩んでんの、はい、うん、はい、そのさ、会話の感じはどうなのよ、うん、会話の感じは、感じ、脈がありそうなの？脈はないのかなってぐらい、すごい仲が良くて、なんかたわいもない話がずっとできるような。なるほど、もうちょっと友達としての方が進んじゃったわけね。そうですね。いや、でもそういうのはね、男っつはね、友達かと思ってたら、はい、あれっていうのがあるからね。この子こんなに綺麗だったっけみたいな瞬間があるわけよ。なるほど。ちなみにピカリン、なになに、ピカリンはさ、うんうん、友達から進んだ恋愛ってある？ある、いっぱいあるよ。もうそんなのばっかりだよ、大体が。本当に？そりゃそうだよ。本当？ゆうたん、それは本当なのかな？本当だよな。いや、そうですね、僕が知る限り、うん、大体最初は友達だもんね。最初友達で、おっさんがマジになっちゃった。マジになっちゃった。俺の方がマジになっちゃって振られるってパターンだけどね。振られたパターンありますよね。そしたらさ、じゃあその友達からさ、恋愛に切り替えるとき、ピカリンとゆうたんはどうしてるの？ゆうたんはないけど。ゆうたんはあんまないっすよ、ね、ピカリンの場合は。うんうん、サンシャインの展望台で、うんうん、告白しちゃった。あ、急に？急にっていうか、ちょっとじゃあ、うん、今日あんまもうちょっといる、一緒にいるみたいな感じで、サンシャインの展望台行って、うん、そう、ちょうど田中のおふくろさんの葬式の帰りだった。いいよ、そんな話。何なんだ、人の親の葬式の後。雑音がすごいな、ちょっと。それでその子ん家行って、そのままやっちゃった。
もういいですから、いいですから、小入さん聞かなくて大丈夫ですよ。でもそういうことだよ、男と女って。エリカさんは女性の立場からだとどういう感じの、その誰、友達なの、それとも私のことを女、女性として見てんのみたいなのとか。そうなんでしょうね。いや、男と女の友情なんてないですよ。いや、たまにあるから厄介なんでしょ、きっと。でも私は結構男友達、ちゃんと友達っていう認識から始まっちゃうんですよ。だから恋愛対象はまた別で、友達はもう友達になっちゃうので、そこから、そのさ、違いはさ、いや、それはまだエリカ様若いから、その経験してないんですよ。ない。その境界線つうのはね、超える時があるんです、必ず。小入さんの話をしないと。そう。今のところなんか役に立ってます？ちょっと微妙。だから、社食から、社食からどんどん外に、連れ出すべきですよ。あ、そうかもしれない。そうそう、なんか共通の趣味とかないんですか？共通の趣味、音楽がちょっとまあ似てるところ好きやから。じゃあそのライブに行ってみるとか、ライブとかね、確かに。ということはやっぱり小入さんはこの恋進めた方がいいってことかな。もちろんです、進めない手はないですよ、そんなの。絶対だって後悔しませんか？そうですよ、進めないと。どん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 苦しくなります、会社が。友達でいなきゃなんないってなったら、思いだけが募っていくから。うるせえな。だからあのコンサートに行って、ちょっといつもと違うね、髪型にしたり、違う面を見せてごらんなさいよ。男なんてね、そういうのでね、あれこの子いつもと違うなみたいなことが結構大きいです。さっきも言ってた、その話。さあ、はい、ではどうでしょうか、こんな感じで。行くしかない。小入さん、今日もうこのアドバイス聞いて、はい、突き進む自信ついた？そうですね、まあちょっと一歩踏み出してみようかな。そうだ、そうだ、そうじゃなきゃ、だ、1回しかない人生なんだから、はい、応援しております。太田さんが長いんで、ちょっとすみません、しょうがないですよ、時間がなくなっちゃいました。 やってみることです、ね、全部がね、ぶっつけ本番です、はい、人生ってのはね。いやー、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。思ったことはやる。キリンの川島明です。毎週日曜夜7時はスカルプ D プレゼンツ川島明の寝言。川島さんと私、天心向かいでお送りします。今夜のゲストはどうも、なすなかにし、なすです。中西です。なすなかにしが登場。同世代に向けたクイズ企画もやります。川島明の寝言は今夜7時から。中島恒之のティーグランドへようこそ。皆さんこんにちは、中島恒之です。こんにちは、大月莉子です。今週はおよそ1年半ぶりに試合復帰されました。何やってんだ、中島恒之プロ。いや、ボロボロでした。いろいろお話を伺います。中島恒之のティーグランドへようこそ。この番組は ECC、ダンロップ、ロッテの提供でお送りします。噛むこと、いいこと。中島恒之です。ラウンド中口が乾くことってありますよね。そんな時、僕はガムを噛んでいます。ガムを噛むと唾液が出て口が潤うから、プレーに集中できるんです。ゴルフにガム、いいですよ。ロッテ、噛むこと、検索。鈴木、来月から海外勤務だ。企業や大学で実績のある ECC の法人向け研修サービスを申し込んだぞ。短期間で力がつくオリジナル教材で様々な言語に対応している ECC ですか？行きます。ビジネスにすぐ使える英語を。 ECC。 それを気にしたことなどなかった。しかしそれは唯一大地に触れるものだった。その手のひらほどの小さな接点は、いつもの道に最高の安心と喜びを生む。タイヤ、ダンロップはその伝統と信頼を胸に安心を支え続ける。6月16日から18日までスターツ笠間ゴルフクラブにて行われました第23回スターツシニアゴルフトーナメント。ね、ポスター通り、どうかしらと思っていたら中島プロがちゃんと。ちゃんと決勝までいたよ。決勝って予選はないんだよ、これは。シニアだから。でも3日間やりきってました。3日じゃないの、4日間歩いたの。プロアマがあるじゃない。いや、シニアっていうのは プロアマが一番大事なのよ。なんで誰かが言ってた、お客様、いや、前の会長だった倉本プロが言ってた。シニアトーナメントはプロアマが一番大事で、本戦は2番目だって言ってた。4日間
か、しかも暑かった。でもこの時さ、プロアマでね、はい、村石会長と一緒に回ったの、スターツの、ね、スターツの白髪の、もうシャンとしてらっしゃる。ミスタースターツっていう。表彰式で。この人がカートに乗らないのよ。もう80近いと思ったんだけど、わかる？この辺の年代ってみんな歩くのよ。で、僕は、今までほら、いろんな怪我があったし、はい、最近こう、回ってもカートを使うことが多いのね。はい、カート乗り癖がついてるわけ、で、あ、会長歩くのか。じゃあ俺も歩けない、歩かなきゃ。しかも80の会長が歩いててね、プロがカート乗るわけには。できないよね。だから、18往路をまともに歩いて回ったっていうのはもう、本当にないのよ。うわ久しぶりで。で、初日を迎えました、いいゴルフだったんだよ。1番からポンポンポンポーンとバーディーチャンスついて、全部外してパーパーパーみたいな感じで、何やってんなって感じなんだけど、でも何が起こったかっていうと、2日目、はい、2日目、土曜日、試合の2日目、試合の2日目、はいはい、土曜日、靴ずれ、足の小指がまず痛くなってきた。そっか、本戦はもちろん歩きますから、あれって思って、だいつもカート乗って打って、それでちょこちょこっと歩いてまたカート乗ってって、だからそんなにまともに18ホール歩いてないわけで、プロアマでしょ、初日でしょ、だからもう2ラウンド歩いて回ったわけだ。僕にとってはこれ画期的な話なのよ。もう1年半ぶりぐらいなんだから、もう歩くのそうですね、2021年の10月に。でまず左足、小指が腫れました。まず左足の小指の爪のところが痛い痛い痛い。でそれが痛い、そう、土曜日の7番ホール終わって、やばいなって。で、8番ホール、9番ホールってこれ右の小指も痛くなって、両方の小指が痛くなって、これ絶対内出血してると。で、悪いけど、古い靴持ってきてくれと。で、古い靴を持ってきてもらいました。うん、後半古い靴でやったけど、はい、もう足の指が腫れてるから、靴の中がもうパンパン状態なの。で、そのうち左足のかかとは靴ずれで皮むけてくるし。ただでさえも筋肉痛で歩きにくいのに。もう泣きたかったね、あの時は。で、バーディーチャンス外して、あげくの果てにフォアパットして、うん、でも、60超えてシニアツアーで頑張ろうと思ったら無理。わかる？ 50 歳と60歳ってえらい違いなのよ。ここの違い、腕の違いとか、いぶし銀とか、いろいろ言葉はありますけど。違うよ。違うのか。もうシニアなんて60歳になったら口しか生きてないんだから。その腕も体も生きてないよ。もう15番クラブで14本なんだけど、15本目のクラブ口しかないんだよ。だからプロアマの時も面白かったの、ベテランがまず話すじゃない、A 級シードあたりが、そしたらさ、みんな言うのよ、やっぱり喋りが違うよなって、その、まあ、プロアマを盛り上げるってこと。で、今年新しくシニアに入ってきた若手ですみたいな、何も喋れないんだよ、俺たち喋り勉強しなきゃって。あ、甘い甘い横に首を振ってらっしゃいますけど、でも足も痛い思いもされて、でもどうでしたか？楽しかった。やっぱ試合はね、試合は楽しい。できればもっともっといいスコア取りたかったんだけど、なんか1年に1回のクリスマスみたいに、初日1個バーディー、2日目1個バーディー、最終日2個バーディー、そんなチットしか出ないのかと。ボギーがなくたって4アンダーじゃないかって。優勝したスメール18アンダーだぞ。スメール選手優勝しました、はい、情けないったらあれですね。でもそうやって会場に行って、ちょっと試合の雰囲気、やっぱ人前で打つの気持ちいいね。本当に歌手がさ、はい、人がいるところで歌うのがもう気持ちいいじゃない。コロナ明けてね。でさ、僕らはさ、人前で打つっていうのはもう本当に、俺ってやっぱりこう人前で打つのが楽しいんだって分かって、だんだん距離が出てくるのよ。面白いよ。初日よりも2日目よりも3日目なんか足痛い中で飛んでるんだから、やればできるじゃんみたいな。もうみんなが俺を応援してくれているから。他の選手も1年半ぶりでしょ、僕が。だからもう、うわー、お帰りなさいみたいな。すごく気持ちがいいじゃないですか。本当に。湧きましたね、スターツ。湧いたよ。今度、プロが予定されているのは、ファンケルクラシック。だよね、体持つかな、裾野で。どう、今回の反省点といいますか、スターツ8月。スターツかさまで、あのぐらい体が、へばっちゃってるってことは。気候的にももっときついからね。8月裾の。トレーニングしなきゃダメだね、これ。まず、走るのがちょっと厳しいから、自転車こいで。もうとにかく、心肺機能を高めて、ちょっとしたこう、坂道も平気で行かなきゃいけない。アップダウンありますからね。多分そうしないと、途中で聞け。中島さん聞け。中島さん、8番で棄権したみたいですね、なっちゃうから。それはやめようね。
ちゃんと回らないと。ちょっとファンケルクラシックもですね、プロは今のところお出になる予定です。ポスターにもちゃんと出てますので。出ますよ。もちろん出ますよ。なので。もう、スターズさんもだけど、ファンケルさんも深夜の恩人ですからね。うん、もう行かなきゃいけない。絶対に。見せるゴルフも期待しつつ、トーク。何よりもトークも。ね。シャイルトークも。シニアは、もうトークしか魅力がないっていうのが60歳以上ですから。8月ぜひプロの組一緒に回ってみませんか。もしそう思ってないプロがいたらごめんね。今週は中島プロに1年半ぶりにシニアツアーに復帰した感想をお伺いいたしました。よく喋った。はい、ここで住友ゴム工業からのお知らせです。はい、ダンロップの住友ゴムはタイヤ事業における独自のサーキュラーエコノミー構想トワノアを策定しました。トワノアのネーミングには持続可能な未来とモビリティ社会が永遠に続くその永遠を読み替えてトワの発展を支える和という意味を込めています。限りある資源を循環させて有効利用するとともに独自技術で収集したビッグデータを活用しお客様に新たな価値を提供します。詳しくは住友ゴムトワノアで検索してください。未来を開くイノベーションでケース社会の課題解決、サステナブルな世界の実現に貢献し、最高の安心と喜びを提供します。ゴムの先へ、弾む未来へ、住友ゴムです。お相手は中島恒之と大月莉子でした。中島恒之のティーグランドへようこそ。この番組は ECC、ダンロップ、ロッテの提供でお送りしました。ここで高速道路のお得な定額プランのご案内です。 NEXCO 東日本では群馬県、栃木県、茨城県内の高速道路を定額で自由に乗り降りできる周遊プラン北関東周遊フリーパスを発売中です。首都圏からの往復料金がセットされたプランもあり、キャンセル料もかかりません。ご利用方法など詳しい情報はネクスコ東日本の情報サイトドラプラでご確認ください。以上、北関東周遊フリーパスのご案内でした。ネクスコ東日本。うわー、美味しい。取ったままの生蜂蜜ってこんなに美味しかったの。そう、本当に美味しい国産蜂蜜なら国道50号沿い佐野と岩船の天狗屋養蜂店で、横浜石川町店軽井沢店もよろしくね。はちみつの天狗屋。時刻は4時52分。ここで TBS ニュースです。ニュースデスクの中村久人さん、お願いします。はい、アメリカのウォールストリートジャーナル電子版は24日、バイデン政権がロシアで武装反乱を起こした民間軍事会社ワグネルに対して予定していた制裁を延期する方向だと報じました。バイデン政権は今年1月、ウクライナへの侵攻に加担したワグネルを国際犯罪組織に指定しましたが、27日にはワグネルの資金源となっているアフリカの金ビジネス関連の制裁を発表する予定だったということです。制裁でワグネルの弱体化を図れば、プーチン政権を利することになるという懸念が背景にあるとみられます。昨日、茨城県稲敷市の道路脇で発見された遺体は、市内に住む80歳の女性と分かりました。昨日、稲敷市鳩崎の道路脇で、高齢の女性がうつ伏せの状態で死亡しているのが見つかり、警察が身元の確認を進めていましたが、今朝、女性の家族から、一緒に住んでいる家族が昨日出かけたきり帰らないと届け出があり、市内に住む80歳の女性と判明しました。現場と女性の自宅は1キロ以内の距離にあるということですが、遺体には目立った外傷などはなく、警察は事件や事故、病死の可能性も含めて調べています。今日午前、茨城県ひたちなか市で乗用車2台がぶつかる事故があり、歩行中の男性が巻き込まれたとみられ、意識不明の重体になっています。午前9時前、ひたちなか市高場の交差点で乗用車2台が衝突し、1台が横転しました。弾みで近くを歩いていた高齢の男性が巻き込まれたとみられ、意識不明の重体になっています。また警察によりますと、車には合わせて4人が乗っていて、いずれも怪我をして病院に運ばれましたが、うち1台には子供2人がいたということです。警察が詳しい事故の状況を調べています。ニュースをお伝えしました。ニュースデスクの中村久人さんでした。
ここで TBS ラジオ天気予報です。関東地方は今夜にかけて内陸や山沿いを中心ににわか雨や雷雨のところがあるでしょう。晴れていても空模様の変化にお気をつけください。明日も晴れ間がありますが雲が広がりやすく、午後は山沿いを中心ににわか雨のところがありそうです。日中の気温は30度近くまで上がるところが多く、蒸し暑さが続くでしょう。天気予報でした。 TBS ラジオ公演スロバキアフィルスペシャル、7月6日サントリーホールで開催。スメタナ、モルダウ、ドボルザーク、チェロ協奏曲新世界より、スラブの名曲を名門スロバキアフィルの演奏で。詳しくは TBS ラジオのホームページ、イベント情報まで。ここで TBS ラジオ交通情報です。警視庁の飯島純さん、お願いします。恋する純ちゃん、はい、お伝えします。どうぞ。東名上りは御殿場の先の足柄バス停付近で事故処理中です。8キロを40分。中央道の上りは小仏トンネルで19キロ、談合坂サービスエリアから1時間20分。関越道の上りでは特に高坂サービスエリアで15キロを35分、新座料金所の事故の処理は終わり11キロを40分。東北道の上りは佐野富士岡で事故の一報です。6キロを20分。そして久喜白岡ジャンクションでも事故処理中のため15キロを40分。常磐道の上りは守谷サービスエリアで故障車のため8キロを40分かかっています。神奈川県内の一般道は海沿いの国道134号、久下沼海岸で事故処理中。2車線が通れず渋滞はさらに伸びて断続8キロ、逗子市内からつながっています。警視庁から以上です。警視庁の飯島純さん、ありがとうございました。お見事。藤巻亮太がオーガナイズする野外音楽フェス、今年も開催決定。 TBS ラジオ公演マウント藤巻2023は10月7日と8日、山梨県山中湖交流プラザキララで開催。チケットなど詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報まで。4時間の生放送でお送りしました爆笑問題の日曜サンデー、いかがでしたでしょうか。それでは今週のプレゼントの当選者の発表です。今日のプレゼントは映画ソレイキアンパンマンロボリーとポカポカプレゼント、親子ペア鑑賞券と一般鑑賞券のセットです。こちらの当選者5人は埼玉県越谷市のアマガエルさん、東久留米市の三次のオイラさん、千葉県松戸市のわさびの効いたカッパ巻さん、他に2人です。おめでとうございます。さあ、来週7月2日の放送のお知らせです。午後2時からはゲストコーナー、ここは赤坂応接間、俳優の佐野史郎さんがお客様です。久しぶりだ。2010年以来13年ぶりということになります。13年ぶり。はい、相棒質問はシード、ウーの文字から始まる質問です、うん、人気芸人がさまざまなランキングを紹介するサンデー芸人ランキングのナビゲーター、ジョイマンの2人さん。あら、77、はい、うん、4時からは特集コーナー、サンデー学ぶくん、安村さんで注目、改めてイギリス文化を学ぶ、うん、とにかく明るい安村さんの活躍によってイギリス人のイメージは裸が好きに上書きされたことと思います。いや、そんなこともないですよ。紳士淑女の国なのか、笑いはモンティパイソンだけなのか、イギリス文化への、ね、はい、質問疑問について日曜アットマーク tbs.co.jp までお寄せください。学ぶ君内で採用された方には完成はしておりませんけれども、新デザインのコースターも差し上げるということで。完成してないのまだね。ちょっとそろそろ急いでくださいね。ね、そろそろ出来上がらないとね、ちょっと宿題が増えちゃいます ね、スタッフの皆さんの、はい、うん、さあ、ということでね、来週だ、イギリスだ、イギリスです、ね、はい、TBS ラジオ爆笑問題の日曜サンデー、この辺でお別れでございます。お相手は爆笑問題田中裕二と野際陽子と TBS アナウンサー山本恵里香でした。また来週。神奈川県で賃貸をお探しの皆さん、校舎の賃貸はご存知ですか？校舎の賃貸といえば神奈川県住宅供給公社。校舎の賃貸といえば礼金、仲介手数料、更新料は不要。詳しくは 0120-100-107 または校舎の賃貸で検索。あなたの愛車一番高く買い取ってくれる中古車店、わかりますか？実は簡単にわかる方法があるんです。それが車たかし。たった1分、
愛車の情報を入力すれば最大10社の査定額が届きます。比べれば一番高く売れるところがすぐわかる。車を高く売りたいなら車たかしで検索。お聞きの放送は FM90.5MHz AM954kHz TBS ラジオです。5時をお知らせします。中継くんをお送りしています、はい、今週は上野恩賜公園で開催されている下町ハイボールフェスの会場からホカノンがリポートしてくれているんですが、まだ悩める方見つかってないので、ベロンベロンですからね。ほどほどにしていただきたいですけれども、メッセージの紹介いきましょう。茨城県にまつわる話。神奈川県相模原市のラジオネーム新加日光ゆっちですね、うん、男性。僕はこれまであんこを食べたことがありませんでした、うん、妻に言うと、初めてならせっかくだし茨城の大洗で食べようと盛り上がり、うん、冬に旅行してきました、うん、大洗のホテルでのディナーの、うん、あんこうのフルコースだった、はポン酢のかかったあん肝の前菜から始まり、うんうん、定番のあんこう鍋、うん、唐揚げ、酢の物、日立牛のあん肝のロッシーニ風などなど、そのすべてにあんこう、あん肝が使われていました。はじ、うん、めはあん肝の濃厚な美味しさに感動しつつも、終盤にはまたあん肝なのと妻と苦笑い、とても美味しかったのですが、もう一生分のあんこうを食べ尽くしたかなと。次に茨城に行った時はあんこう以外の美味しいグルメも楽しみたいです。まあまあね、確かにあん肝もそんないっぱい食うもんじゃないからね。そうだね、そうですね、濃厚ですからね、濃厚ね、美味しいよね。でも確かにね、たくさん食べるとちょっとくどくなっちゃうかもしれないですね。やっぱ俺子供の頃鍋であん肝の味が一番好きだったからね、言ってたね、よくね。ウイスキーがお好きでしょうが流れましたね。あら、ということは、ということはハイボール、下町ハイボール、下町ハイボールフェスからホカノンさんつながったかな。はい、ホカノンだよ。ホカノンが言ってんだっけ今日は。そうだよ、ホカノンがいるんだってば。どこも、どこ行ってたの。え、知りたい、うん、今日はね、上野恩賜公園の下町ハイボールフェスに来てるんだよ。さっき話したじゃん。そういうくだりいいんだよ、早くお悩みの人紹介して。はい、というわけで、はい、他のね、見つけてきました。今日はね、元職場のちょっとね、うん、お友達お二人、小入さんと風子さんに来てもらったの。もう一回、ごめん、もう一回言って、最初誰。ね、元職場のお友達の小入さんと風子さん、うん、女の子二人組。そう、小入さんと風子さん、そう、お二人とも女性で、お二人でね、なんとね、番組を見てこのイベントに遊びに来てたということで、番組聞いてね、うん、そう、うん、でね、 TBS の番組も見てたんだって。あ、テレビを見てるってってことか。何見たの。ヒロビじゃねえだろうな。何いいでしょ、何見たの。いい加減にしろよ、お前。ヒロビだわ。え、
いいじゃん別に。お悩みちなみに、はい、ブランチを見てたさ。あ、ブランチならいいよ。あれはいい番組だよ。いい番組。その番組渡部の風船は壊れちゃったけどね。そんな話いいんだよ。そんな話いいんだよね。そう、というわけで今日は小入さんと福子さんに来てもらったんだけど、うん、イベント楽しんでる？はい、楽しんでます。相当二人、女二人だったら相当飲むんだね。そんな日本酒と、まあ、ビールぐらい。日本酒とビール相当だよね。そう、でもね、こんなね、お酒飲みながら、うん、実はこの小入さんが、うん、すっごい悩んでるの。悩んでんの、恋の悩みでしょ、どうせ。あ、わかるよ、おじさんわかるよ、そんなのはもう。漂ってきちゃったから、電波通して。ブランチ見てる子は大抵恋で悩んでる。ブランチ見てる子は大抵恋で悩んでるとは限らないだろう。じゃあ、小入さん、悩み教えて。はい。職場でちょっと気になってる人がいるんですけど、うんうん、まあなんか友達みたい、男友達みたいな、仲良くなっちゃったんですけど、うん、友達のままいるか、それともちょっと進む。べきか、どっちにしたらいいんだろうなっていう、うん、これはもう究極の悩みだね、はい、これはもう常にこれですよ、これ職場だからね。もう男女のね、その恋愛的なって絶対これですよね。これどっちや、先輩後輩とかなの？あー、同僚で。同僚か、はい、同期。同期か。同期ですね。ちなみに、うん、小入さんは転職をして今の会社に入っていて、中途で来たんだ。じゃあそう、はい、で、うん、その男性とは知り合って4ヶ月ぐらい。聞いてないの話が。ビズリーチそんなに言いたかった今、ね、他のさんもう一回説明してもらっていいですか？はい、もちろんです。その、転職先で、同じく男性も転職してきて、うん、知り合って4ヶ月ぐらい。テンテンテン感じだね。そうなので、うん、4ヶ月経って、うん、一緒にね、社食とか食べに行ったりする仲ではあるんだけど、いい、最高だよ、社食がな。そう、うん、だけど、何定食食べるの？社食で何定食食べるのよ。何定食、うん、難しい。何でしょう、 B 定食とか A 定食とか。あ、そうですね、主になんか魚、サバ定食とか。あー、うまいよね。いいんだよ、絶対に。悩み関係ねえだろ、サバ定食は。最高だよ、うん。おいで。そうだけど、まだね、うんうん、お二人で出かけたりとかしてなくて、してないね、うん、悩んでるんだよね。悩んでんの、はい、うん、はい、そのさ、会話の感じはどうなのよ、うん、会話の感じは、脈がありそうなの？脈はないのかなってぐらい、すごい仲が良くて、なんかたわいもない話がずっとできるような。なるほど、もうちょっと友達としての方が進んじゃったわけね。そうですね。いや、はい、でもそういうのはね、男っつはね、友達かと思ってたら、はい、あれっていうのがあるからね。この子こんなに綺麗だったっけみたいな瞬間があるわけよ。なるほど。ちなみにピカリン、何、ピカリンはさ、うんうん、友達から進んだ恋愛ってある？ある、いっぱいあるよ。もうそんなのばっかりだよ、大体が。からしてさ、本当に？そりゃそうだよ。本当？ゆうたん、それは本当なのかな？本当だよな。いや、そうですね、僕が知る限り、うん、大体最初は友達だもんね。最初友達で、おっさんがマジになっちゃった。マジになっちゃった。俺の方がマジになっちゃって振られるってパターンだけどね。振られたパターンありますけどね。そしたらさ、じゃあその友達からさ、うん、恋愛に切り替えるとき、ピカリンとゆうたんはどうしてるの？ゆうたんはないけど、ゆうたんはあんまないっすよ。ピカリンの場合は、あの、うんうん、サンシャインの展望台で、うんうん、あの、告白しちゃった。あ、急に？急にっていうか、ちょっとじゃあ、うん、今日、あの、あんま、もうちょっといる、一緒にいるみたいな感じで、あの、サンシャインの展望台行って、うん、そう、ちょうど田中のお袋さんの葬式の帰りだった。いいよ、そんな話は。何なんだ、人の親の葬式の後。雑音がすごいな、ちょっと。それで、その子ん家行って、そのままやっちゃった。もういいですから、いいですから。小入さん聞かなくて大丈夫ですよ。でも、そういうことだよ、男と女って。エリカさんは女性の立場からだとどういう感じが、その、いわゆる、友達なの、それとも私のことを女、女性として見てんのみたいなのとかさ。どうなんでしょうね。いや、男と女。